ほうでは始まりました。共通テスト対策講座になりますね。はい。今回も早稲田放船寺からお送りしております。はい。この講座いいなと思ったらですね、ぜひ高評価とチャンネル登録を忘れずにしてください。はい。すごく痛いんですけどね。このワクチン打ってさ、副反応で痛いんですけどね。なんとですね、左が痛い、痛い、って打ったとか痛いと思ったら今日ね、右が起きたら痛くなってて、やばいっていう状態になってるんですけど、はい。今日も痛い。今日、h e l p はい。ではやっていきますね。共通テストっていうのはですね、リーディングなんですが、まあ、英文だけじゃなくて、そう、図表とかも出てくるっていうね、非常に厄介なもので、今回一体どんな問題出てくるんだよと思ったら、そうなんですよ。びっくりしましたよね。ほら、スマホですよ。で、しかも、こうやって喋ってるやつ、いわゆる、テクスメッセージって言われるやつですね。まあ、トイックとかだとね、よく出てくるんですけど、まさか共通テストに出てくるとかって言って、みんながびっくりしたやつですね。すごいですよね。これね、ほら、スマホを飛び出てるんですよ、これ。どうやってやるんでしょうね。これ、拡大されてるんですね。 見てみます、ね、はい。Your d o r m i t o r y Roommate Julie has sent a text message to your mobile phone with a request. というふうに書いてますね。はい。こういうふうに必ず状況を書いてくれます。で、この状況、まあ、そんなに使えないなっていう時もあるんですけど、ここを一応見ておくとヒントになる時もあります。今回はですね、d o m i t o r y って書いてあるので、いわゆる寮ですね。はい。寮のルームメイトです、ね。で、その Julie っていうのがあなたの携帯でもですね、モバイルフォンですね。まあ、イギリス英語で使うことが多いですね。アメリカだと Cellphone っていうことが多いんですが、まあ、トイックでもなぜかモバイルフォンっていう という,ふうに統一されてます、はい、で、質問見ますね。必ず私、質問見ますので。はい。What was Julie's request? はい。ジュリーのリクエストは何かっていうのを答えますで。お願いって言ってるはずですね。ジュリーさんはね。で、次。How will you reply to Julie's second text message? ね。はい。2回目のテクスメッセージにあなたはどういうふうに返事しますか っていう風に言ってます。だから、答えを選ぶんですよ。答えというか返答ですね。返答を選ぶ問題で。まあ、これ、昔のセンター試験のリスニングの問題とかにあったやつですね。はい。なんか会話問題みたいな感じですね。だからね。はい。では行きましょう。Help! Last night I saved my history homework on the USB memory stick.I was going to print it in the university library this afternoon, but I forgot to bring the USB with me. ね。はい。昨日の晩に、History homework を USB memory stick。まあ、USB memory stick ね、知ってますよね。Universal Serial バスとかっていうやつですね。まあ皆さんが持ってるとは思うんですけど、まあ自分がね、アメリカ留学してた時はジャンプドライブって周りの人たち言ってましたね。あとはフラッシュドライブなんていうのも聞きましたね。そうですね。自分の一緒に教えてるアメリカ人の講師とかも読んでましたね。まあ最近は USB っていうのでも全然通じるとは思いますけどね。で、University Library で今日の午後にプリントアウトする。まあよく日本でもね、ありますね。プリンター持ってないって人多くて、 に行って図書館に行ってプリントアウトするって人結構いますね。b USB t forgot to bring the I bring u with me.、So、USB 忘れちゃったって言ってるわけですね。で、まあ、寮に取りに戻るのがめんどくさいんでしょうね。だから、あなたにね、持ってきてって言うんだろうなって思いますね。ほら。I need to give a copy to my teacher by 4 p.m. today。4時までに持ってこなきゃいけない。印刷したものですね。で、Can you bring my USB to the library? はい。お願い表現出てきました。 USB をライブ r a リーに持ってきてくれないって、これもトイックでもおきまりのパターンですね。request って言って、can you? っていうのがヒントになる。ね、I think it's on top of my history book on my desk.、ね、はい、デスクの上の history book の上に載ってると思う。I don't need the book, just the USB heart. ってね、このハートがすごい話題になったんですけど、そうですね、この9、まあの字のね、あれやって3って書くとハートになるんですよ。知ってました ででもいいですね。じゃあはい、ジュリーのリクエストなんですかつっ,ったら、to bring her USB memory stick 何の問題もないですね。はい、問題ないですね。to hand in her history homework history homework、hand in 提出するですね。lend her our USB memory, stick, USB memory stick を貸す違いますね。to print out her history homework history homework を print out する違いますね。自分でやるんですよ。ってことで、ね、これは簡単だったと思います。<music> はい、で、であなたの返事です Sorry Julie, I couldn't find it 見つかんなかったよいいとかさ,さん大丈夫ですね、その USB です。The history book was there.The history book はあった。But there was noUSB memory stick その u s b メモリ stick ないよ。I looked for it everywhere.Look for を探すですよね。 それを探したんだけど全部の場所を探したと Even under your desk, ス、ね、デスクの下も Are you sure you don't have it? What do you? 持ってんじゃねえの <you>、sure? I'll bring your laptop computer with me です、ね、ラプトプコンピューターを持ってくよ yeah, Just in case ね、毎日に備えてってことですねまあ、この中にデータはあるでしょうからね持ってくよって言ってそうするとジュリーがいますね You are right ね、正しかった I did have it 強調の do ってやつですね持ってたよ Where's that the bottom of my bag?、ね、バッグの下にあったよまあよくありますよねそういうことね自分もね傘がない傘がないとか言ってね、えー、折りたたみ傘結局下にあるなんてことよくありますねこの間ね折りたたみ傘持ってかなきゃっ,って持ってったらですね三本入ってましたカバンの中にすごっって思ったけど What a relief! よかったすね Thanks anyway! ねとにかくありがとうみたいですねなんか望み通りうまくいかなかった時とかね俺言う時にあり ますよねでこうニコちゃんマークねこれね結構ね知らない人多いんですけどフォロンとこっち向きのこれやるとこれに変わること知ってますビュンってこれになるんですよいろんなマイクロソフトワードとかでもはい知らないですか <laughs> さあこれに何て返信するのかですね普通の人だったらね <laughs> っていうふうに返事すると思いますけどね。ふっざけんなよっていうふうに返事すると思うんですが、まあ、共通テストだから、そういうことはないでしょう。なんて返事するのって言ったら、don't worry, you'll find it. 見つかるよ。いや、もう見つかったんですよ。I'm really glad to hear that. よかった。はい、正解。はい、簡単ですね。look in your bag again. もう一回見ろ。いやいや、見つかったのに。 すごい怖いよね次。you must be disappointed! がっかりしてるんでしょま、マスピンなんとか違いないとかってなるわけですよね。もうがっかりなんでしょう。いや、がっかりじゃないです。喜んでるじゃんね。どんだけね、ド M な人なんですか。ということで、これは非常に簡単でした。では、次に行ってみましょう。 はい、2問目、言ってみますね。Your favorite musician will have a concert tour in Japan. コンサートをやると好きなミュージシャンだね。And you are thinking of joining the fan club.Fan club ファンクラブに入りたいと思っています。You visit the official fan club website.Official fan club website に行くと。次は面白いね、名前がね。Taylor Quick Fan Club でしょこれ、Taylor Swift でしょどう考えたって。ね、すげえ文字利き方してくるなって思った。だって、Swift ってほら、早いって意味ですから。Coic 早いでしょ明らかじゃん、これね。 ま、そんなお茶目な共通テストの問題を作っている方なんですが、問いの1が、あ、ニュ m メンバーズパックですね。はい、新しいメンバーズパックっていうのが、こうです。inclose TQ's first album とかっていうふうに、はい、様々な情報がありますね。これが合ってるか合ってないかっていうのをきちんと合わせていきます。で、次が、what will you get if you become a new pacer member? 新しい pacer ーーメンバーになったらって言ってね、これ表あったでしょこれもうね、トイックにしょっちゅうあるパターンなんですよ。メンバーのうちのこれになったら っていうのね。で、after being a fan club member for one year, you can.1 年間メンバーやったらこうですっていうのを見に行きます。はい、わかりました。見つけなきゃいけないのは、まず最初が new members pack です。これを探してください。次が pacer member っていうのですね。はい、情報を見つけてください。そして最後が1年間やったらどうなるっていうのをですね、何ができるようになるのかっていうのを見つけてください。こういうふうに、はい、3つの情報を今頭に入れました。頭に入れてそれを探しに行くんです。こういうのをスキャニングっていうんですけど、 これができない人が多い。問題覚えられないって人が多いですよね。では行きますよ。探しに行きます。Bing a member of the Tyler q u a k e t q って言うんですね。 d q ファンクラブ b is so much fun. 超楽しいよ。みたいなですね。You can keep up with the latest news. ね。はい。もう最新、latest のね。ニュースについていくんでね。keep up with. 遅れずについていく。ね。The end take part in many exciting fan club member events. ね。はい。メンバーのイベント。Exciting のね。参加できる。All new members will receive our new members pack. 出てきましたね。はい。New members pack 登場ですよ。 ここで。It contains, はい、これを含んでますよ。A membership card. はい、メンバーシップカードがあって、A free signed poster. ですね、はい、サインしたパスター。ね、サインしたポスターがあるよって言ってますね。あ、そう、サインって、え、なにオートグラフじゃないの有名人のサインはって思ってるかもしれないですけど、動詞のサインはこっちの署名するも、サインするもサインですから。And a copy of TQ's third album speeding up. っていうやつね。Third album. のえ、スピーディングアップっていうのが入ってるよっていう風に言ってるわけですね。ちなみに、テイラー・スウィフトのサードアルバムは、スピーク・ o w ですよね。微妙に近い。で、<laughs> the new member's pack will be delivered to your home and will arrive a week or so after you join the fun club という風に書いてますね。はい、ここだっていう風に思いました そうですね。i ン v e r s e っていうのは送られます。あなたのうちに。そして will arrive a week or so。ね。はい。ファンクラブに入ってから一週間かそこらで届きますって書いてあります。そうです。ここですね。ポイントは。 はい、見てみますね。includes TQ's first album.first album じゃない。third album ですね。it's delivered on May 10th. ね。はい。5月10日に送られる。書いてなかったですね。あなたが入って1週間です。requires a $10 delivery fee ですね。はい。10ドルの delivery fee リリがかかる。なんて書いてないですね。ちなみにまあ他のところに別の表現出てきますね。これに似たような。Takes about 7 days to arrive. はい。a week をね。 A week or so っていうのを about seven days という風うに言い換えました。そうです。こういう言い換えに見抜けるかっていうのがとっても大事になるんですよ。そう。言い換えを見抜くっていうのが大事になります。じゃあ次、Pacer ーーメンバーを探していきますね。TQ is loved all around the world です、ね、もう世界中で TQ は愛されて You can join from any country、はい、どの国からでも入れますと。And you can use the membership card for one year ですね。はい、1年間メンバーシップカードを使えるよ。The TQ fan club has three types of membership Pacer, Speeder and Zoomer っていうにですね。なんかスピードが上がっていく感じで、ペイサーからスピードになって、ズーマーですね。すごいズーム、ピュー、ピューってね。 ズンズンズンってね、昔日本の車の CM でもあったと思うんですけど、なんかイギリスでもあったそうです、昔ね。それだからズンってすごい速いイメージがあるんだって。だからこうスピードが上がっていく感じに聞こえるんですよね。で、Please choose from the membership options below ですね。はい、3つの中から選びましょうって言って、このメンバーシップと特典が書いてあるっていうのはもうこれトイックでもしょっちゅうあるんですよね。What do you get? ですね。はい、何がで、ゲットできる。まあ面白いね。スピードに関する名前じゃないですか、全部。速さに関するやつなんだよね。タイラースピードだからでしょうね。で、PACER メンバー見ます。はい、PACER メンバーがゲットできるのはここの3つですね。はい。何ができるのか、この音符のマークで書いてあるって書いてあるので。Regular emails and オンラインマガジンパスワードですね。はい。レギュラー。e メールとオンラインマガジン。ね。のパスワード。つまりネット上で見れるんでしょ、ね、オンラインマガジン。all the information on concert tour dates. ね。コンサートのツアー t e s が早く知られる。TQ's weekly video messages. お、すごい。weekly でビデオメッセージ来るんですね。で、他のメンバー、スピーダーだったら、monthly picture postcards と TQ fanclub calendar。あ、カレンダーもらえるんですね。そして、ズーマーだった場合は、invitations to special signing events. あ、サインイベントにね。え他の国にいるのに世界中で 変なの <laughs> はい。で、20% off concert tickets ね。コンサートチケット e の20%オフっていう風になってますね。はい。そういった形になってて、もらえる特典が違うと。じゃあ、ペイサーさんがゲットできる最大どれっていうやすね。はい。って思いですね。ディスカウントコンサート tickets and calendar どれも手に入らないですよね。ディスカウントコンサート tickets は、ズーマーしか手に入らないでしょ。カレンダーは、フィーダーから手に入るものですから、どっちも無理ですね。次は、regular emails。はい。regular emails 入ってましたね。signing event invitations は、サイニンインのやつがあるのは、ズー ーです、はい、Tour information and postcards every month、ねはい、Tour information はありますよねポストカードはスピーダーから入るものですからダメ4番がビデオメッセージ w e はい。l y video messages,、ね、We video messages ありましたよね Access to online magazines、ね、オンラインマガジンへのアクセスできますねパスワードもらえるんだからはいということで4が正解 ってことになりますね。だこのオンラインマガジンパスワードのところと、weekly video messages っていう、ここをスキャンするわけです。あ、ペイサーだ。これ、これって言ってですね、選択肢を照らし合わせて、パッパッパッと答えを出すんです。このスピードが大事ですからね。まさにスピードですけどね、これは本当に早く解かなきゃいけない。共通テストは簡単です。簡単だけど、スピードが大事になります。情報を探すんです。 次。Join before May 10th ね。はい。5月10日までに入れば、and receive a $10 discount ね。on your membership fee ね。そうすると、10ドルの割引っていう風になってて。で、次が、There is a $4 delivery fee for every new member's pack. ね。はい。そう、デリバリー fee ここに書いてありましたね、えー。4ドルなんですよ。で、At the end of your first year あ、出てきましたね。ほら、First year が終わったら、You can。ほら、出てるじゃん。 either renew, ですね。renew or upgrade at e 50% discount ですね。50%オフで契約更新か、アップグレードできるよって言ってますね。 So, whether you are a pacer, a speeder, or a zoomer, you will love being a member of the TQ fan club.TQ fan club, fan club メンバーになるのがすごいいいと思うよ。For more information or to join, click here. ここをクリックしてもっと情報だったりとか、もう今からジョインするですね。このクラブメンバーにって言ってます。はい、ということで、ここだけ見つければよかったわけですね。答えはね。ということで、become a zoomer for a $50 fee ですね。50ドルで zoomer になる。よくわかんないですね。Zoomer はもともと60ドルでしたよね。あ、あの、10ドル割引っていうのを読み間違っちゃった場合ですかね。 1>, 1年経った場合は半額でなれるわけですから、だから60の半額だったら30ですね。次は、get a new members pack for $4.New members じゃないじゃん、1年経ったんだから。Renew your membership at half price. high 50% off for half price と言い換えてますね。だこれが正解。Upgrade your membership for free ではありません。半額です。ではですね、Upgrade your membership するのは半額っていうことになりますので、これは合ってないっていうふうにわかりますね。そうです。という感じで、答えを探しに行くんですよ。そう、読むのはもちろん読むんですよ。でも ゆっくり読むんじゃなくて答えに関係ある場所を読むっていうそういう意識を持って共通テストの問題を望んでください特に苦手な人ですねこんなん簡単だよって人は全部読んでも答えを出す時間はありますでもそんな時間ないんですっていう人ほどきちんと答えを探しに行くっていうですねそういう意識を持ってやってもらう必要があるわけですねはいちゃんとこのことを心に留めておいてくださいはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録そしてクラウドファンディングもよろしくお願いします それでは始まりました。共通テスト対策講座第2項になりますね。はい。今回は第2問の A の問題をやってみましょうね。まあ5問ついているので、おそらく A だけしかやる時間はないと思うんですが、やってみても A かな はい。では、やってみたいと思います。まず、situation ですね。状況が書いてありますので、その状況を読みますね。as a student in charge of a UK school festival band competition. はい。in charge of ですね。その責任あるとかですね。担当してるとかっていう表現になりますね。UK school festival band competition ですね。バンドの何かしらの大会があるんですね。You are examining all of the scores and the comments from three judges to understand and explain the rankings ね。はい。そのランキングを見るんですけど、このスコアがあると。スコアと、そしてコメントがあると。 ジジャッでですのの審査員ねこのランキングをですね理解して説明するっていうですね、そういう風になってるわけですね。まあよくありますもんね、テレビでね、何かパフォーマンスして、それをね、3人のジャッジが見て、あダメとかいいとかってね、やってるやつですけど、そんな感じのイメージを持ってください。で、これも名前が話題になりましたよね。出てきてるバンドの、まあ答えには全く関係ないですよ。全く関係ないけど、このグリーンフォーレス、サイレン・ヘア、マンテン・ペア、タウザン・エンツってね、これ意味あるじゃねえかっていうので、ね、話題になったんですけど、まあ、前回がね、テイラー・スウィフトをもじってたのと同じようにね、グリーンフォーレス、ミド、ね・ ねフォレスト。何ってこれ、青森ってやつね。サイレントヒル、静岡。静かな丘ですね。マウンテンピア、山梨ね。ねえ、タウザン0アンツ。千のアリ。<laughs> ねえ、こんなのって言って、なんだこれっていうね、なったんですよね。まあ、これだから、タウザン0リーブズだったね。千葉なんですよ。なんでなんでしょうね。まあ、1000リーブズなってなかったから、パフォームしなかったのかもしれないですね。演奏しなかったのかもしれません。<laughs> お前ダメですね。日本の県の名前になってない。演奏してダメなったのかどうかは知りません。 っていうので、はいで。こんなん試験中に思ってた人いたからね、本当にね。もう話題になったんですよ、そうやって。そんなことを考えてちゃダメですよ。今回何をもじってんのかな、とかですね。思って受けないでください。なんでありだったんでしょうね。じゃなくて。あ、これも行きたいけどね。なんでグリーン、緑で青なんですか青森、青だったらブルーじゃないですかとかってね、行きましたけど、まあ日本だってね、信号のことは青って言うじゃないですか。そう。昔はね、緑のことも青って言ってたわけですからね。そう。だから、イがつくね、色の形容詞っていうのが昔から言れるやつだから、赤いとか、青い、白いとか。 黒いとかね。そういうやつなんですよ。だから、緑ってないでしょ。だから、緑って後からできた言葉ですから。で、ちなみに、よく使われるようになったやつは、なんとか色ってついてるのに、さらに意をつけることができるんですね。だって、黄色っていうのは、黄色いって意をつけることができるでしょ。それだから、後から形容詞になったっていうですね。これは面白い現象なん。茶色いって言えますよね。茶色っていうのがついた後に、後から形容詞になってるっていうですね。面白い。だから、昔からあったのは、白いとかね。黒いとかだっていうのがわかるわけですね。すごい、巻いて巻いてみたいに言われてるけど、大丈夫だから、今回。A しかやらないから。 質問チェックします。1 Based on the judges, final average scores、最後のアベレッジスコアだと、band best? 最も上手く歌ったのはどれでしょう ?1000 アンス出てみえよ。<laughs> はい。で、見てみましょうか。歌上手かったのベストなのを見ます。はい。パフォーマンス、スイング、ソングオリジナリティって書いてあって、スイングのところですね。ここで1番を見つければいいわけです。はい。1番なのは、 4.9ですから、山梨。マウンテンペアー。これが正解。これ一瞬で解きますね。そう。こういうのがスキャニングってわけですよ。関係のある情報だけをさっと拾い上げる力です。はい。ということで、マウンテンペアー。2番が正解ですね。 2個目。はい、ポジティブとクリティカルコメントですね。両方を与えてるのは3人のうち誰でしょうって言ってますね。で、4は None of them って言ってるから、どれも違うですね。誰も与えてないってやつなんですが、はい、見ますね。それぞれのジャッジのコメント見ます。はい、いいのと悪いのを見ていきましょうね。え、Simon i s a great performer. はい、いいこと言ってますね。 They really seemed connected with audience. Audience to connect to shit a plus no koto yutimasne. Mountain Pier's singing was great. Hai, yokata. I love the Green Forest the original song. It was amazing. 全部 plusesne. I love the Silent Hill gave a great performance. Hai, yokata. It was incredible. Subbarda shi. ですね。I really think that Silent Hill become a popular. Hai, mountain Pier have a so Have great voices. But they were not exciting on stage. はいよよよよよよよ、ということで、こやつが正解ですね。はい。ミスター・リーさんが正解。グリーンフォーエス have a new song. I loved it. I think it could be a big hit. です,、ね、すごいヒットするって言ってるから、はい。プラスのことしか言ってません。ということで、リーが正解。こういうふうにパッパッパッと情報を広げることができましたかはい。ということで、リーさん。ハブスでも、ウェルズでもありませんでした。 はい、続いて3番。One fact from the judge's individual comments is that. はい、ジャッジのそれぞれのコメントから言えるファクトですね。はい、出ましたよ。そして問い4の方はオピニオンですよね。問い4。One opinion from the judge's comments and share the shared evaluation is that. さて、どれがファクトでオピニオンなんでしょうってですねで。ちなみに5問目まで見ちゃいますね。5問目が、はい、which of the following is the final ranking? Based バイスターンダージャッジ s ャーデ e エヴァリエーションですね。はい。バリエーション評価からランキングを選んでね。って、このランキングになったのはどれでしょうですね。どのランクになったでしょうってことですね。はい。なんか最後のやつだけ昔からあるセンター試験っぽいですよね。で、このファクトとピエネはね、非常に嫌いな人多いんですけど、いや、簡単でしょう。ファクトっていうのは、そこに書いてあることです。まあ、その通りっていうのあるやつ。それに対してオピニオンっていうのは、それってあなたの感想ですよね。 っていうやつです。だから、そんなに難しくないですよ。1番、all the judges praised Green Forest songs.、ね、Green Forest songs を素晴らしいって言ったと、みんなが。次が、Green Forest need to practice more.Green practice はもうちょっと練習しなきゃいけないよ。それってあなたの感想ですよね。だって、しなきゃいけない、する必要があると、これあなたの感想ですよね。Mountain can sing Pear very well 歌がうまいよ。それってあなたの感想 うま、ね、いかどうかなんて人によるでしょそんなのね, promising future. ですねもう約束されたフューチャーがあるよそれもう絶対成功するよ「サ i l e n t それってあなたの感想ですよね まあおそらくというかまあ間違いなく1だろうなと思いながら行くんですよ。褒めたかどうかは感想じゃないでしょ。グレーンフォレンスと。みんなが褒めてればもうそれが正解になるわけです。それに対して他はめちゃめちゃ主観的な表現が入ってますね。なんでこんなね、くだらない問題出すのかね。指導要領に入ってるからなんですよ。オピニオンとファクトがわかるっていうね。じゃあそのくだらない問題見に行きましょう ではです、ねえー、グリーンフォレストを褒めてるかを見ればいいんですよ。I love the Green Forest original song.It was amazing. 褒めてますね。はい。次。Green Forest performed a fantastic new song. 褒めてますね。まあ、ただ、I think they need to practice more.Practice はしなきゃいけないよっていうふうに言ってます。ただ、ソングはね、ちゃんと褒めてますね。それが Green Forest have a new song.I loved it. はい。It could be a good hit. ですね。はい。ヒットすると思うよって言って、はい。みんな褒めてますね。Praise してるっていうのは事実です。事実、みんなが褒めてます。 はい。ということで、やっぱり1が正解ってなりますね。続いて、1 opinion from the judge's comment and share the evaluation is that と書いてありますので、コメントとエヴァリエーションから言える意見はどれか。はい。一番、Each evaluated band received the same total score。評価されたバンドが同じトータルスコアをゲットしましたっていうのは全員トータル13.5でしたよね。同じですね。13.5。これは事実です。 あなたの感想ですよねじゃないですね。事実です。事実、これみんな同じのをゲットしました。だから1は、 ファクトです。2番。ミズ、はい・ウォルトさんが、あ、これ、イギリスですからね。やっぱこう、ピリオドないでしょうね。MS の後ろね。の、suggestion、提案ですね。オリジナリティに。っていうのは、まあ、提案というか、意見というか、そういう意味でしょうね。っていうのは、agreed on。ですから、それについて、一致しました。意見が一致しましたよってことですね。賛同しました。Silent Hill really connected with the audience. ね。はい。オーディエンスと、コネクトしたって言ってます。 で、次は The Judge's Comments Determine the Rankings ね。はい。ジャッジのコメントがランキングを決めましたって言ってます。で、まあ書き方からすると、明らかに3がそれってあなたとの感想ですよねって感じじゃないですか。ほら、オーディエンスとコネクトしました。すごい一体となってたよっていうのは、それあなたが見たらそう思うかもしれないですけど、私が見たらそうは思わないですよねっていう可能性が高えなぁと思いながらいきますね。ということで見ます。 seemed connected with the audience. そうだったですね。すごいコネクトしたようだったってですね。ここにもほら、意見ですよっていうヒントがありますね。事実じゃなくて、そのようだって書いてありますから、そんな感じだったよんっていうから、意見ですね。 なんで、3が正解ですね。まあ、ランキングを決めたコメント、まあ、事実といえば事実だし、ただ書いてあったのは、イバリエーションのところですけどね。オリジナリティに関しては、まあ、ランキングには書いてありましたけどね。グリーンフォレストが5点取ってましたよね。ちなみに、オリジナリティは、イバリエーションのところに出てますね、えー。ウェルズさんが、オリジナリティの方が重要だ、みたいなので書いてありましたよね。はい、じゃあ次はランキングを決めますね、3つの。Each band's total score is the same. そうですね、同じなんですよ、total score は。で、これはファクトですね。で、Each band is very different. でも違った。 Ms. Lee and I agree that performance is the most important quality for the band. とも、パフォーマンスっていうのが重要だと。で、Ms. Wells also agreed と言ってますね。Therefore, first place is easily determined という形で、はい、これが表と照らし合わせます。ここには1位は何って書いてないです。でも、パフォーマンスが一番重要だから、パフォーマンスが高いのを表から見ますね。そうすると、パフォーマンスが一番高いのは4.9の Silent Hill ですね。だから、ここで Silent Hill が1位っていう風にわかります。なんか、Silent Hill って言うと、あの、ね、ホラーゲームがお感じなんですけどね、私は。 頭の中にはで、o decide between second and third places.、Uh, Ms. Wells suggested that song originality should be more important than good singing. Good singing originality よりもオリジナリティの方が重要って言ますね。 で、m s Lee a n d I agreed on this opinion ですね。賛同しましたという風うに書いてありますので、あ、ちなみにホッブズさんがね、これ書いてますからね。ということで、これ2個目はオリジナリティです。はい。オリジナリティで比べると、はい。残った2組ですね。green forest と mountain p r のどっちが高いかって言ったら、オリジナリティは green forest 青森が5.0獲得してるんで、青森が2だっきゃのっていうことで、はい。green forest が、よいしょ。 これが2だっていうのがあるんですね。ということでランキングは SHGF で最後が残った Mountain Pair ですね。MP。<laughs> この順になっているものを選べばいいってことですね。ということで SH が1で GF Green Forest が2で Mountain Pair がサインってなってる5番が正解ってことになるわけですね。はい。 できましたかそうです。こういうふうにですね、条件を探しに行くんですよ。条件をきちんと照らし合わせて、こうだからこれだ。次、これだかこうだ。っていうふうに答えを導き出す条件。わざと隠されてるから。隠されたものを条件を使って照らし合わせて答えを出すっていうのがもうこれがもうお決まりの情報処理のやり方なんですよ。もうこんなのトイックでしょっちゅうるやつですから。だからといってトイックをやる必要ないですよ。コーチトレーニングになりすぎますから。難しすぎると思うので。という感じで、私はこういう問題を何度も何度も 統一なのでスッと見つけられるんですけど慣れが必要ですこういう風に解くんだっていう意識を持って挑戦してくださいはい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録そしてクラウドファンディングも忘れずにお願いします。では始まりましたさあ共通テスト対策講座今回も早稲田高専寺からお送りしております今回第3項はですね第2問の B をやってみたいと思う B ですね。全然何もかかってなかった <laughs> はい、では行きましょうおでは行きます situations now you've heard about a change in school policy at the school in the UK where you are now studying as an exchange student. いね、はい。聞いたと。スクールポリシーが変わると。ポリシーですね。まあ、政策って覚える人が多いんですけど、まあ、確かに、ポリティシャンとかとね、似てるからね、スペルね。でも、一応ですね、方針って覚えておくといいですね。で、会社の方針とかっていうので、まあ、トイックとかだとよく出てくるんですけど、そうするとですね、今度はですね、方針ってなんか、こうやってやっていくよっていうことだけだと思っちゃうんですけど、まあ、ルールだと覚えておくといいですねと。トイックでポリシーってルールと言い換えに出てくる言葉なので、ルールを変更するよっていうことについて聞いたと。で、エクスティンジスティレントとして、 勉強してるんですねそこでね、としてっていうはずですけど、交換留学生ですよ。で、you're reading the discussions about the policy in an online forum ですね。はい、オンラインフォーラムで、そのポリシーチェンジについての意見のね、やりとりっていうのを見てるわけですね。フォーラムってね、そう、結構使ったけどね、昔はね。日本だと何 ?2 チャンネル、今だと5チャンネルか。ああいうなんか掲示板とかね、BBS とかってね、よく使われましたけど、まあ、英語ではそういうのフォーラムって言うんだよって昔言われたのを覚えてますね。はい。 でもなんか、すごい E メールで丁寧なやりとりですよね、これね。意見を気さくにバーッと言い合うみたいな感じではなかったですね。で、ニュースクールポリシーっていうので、こうやって送ってて、で、こっちも、はい、ニュースクールポリシーについて返事してるみたいな、なんか E メール2つみたいな感じですね、これね。リリガーィンねえ、regarding とやね。一応言われますけど、まあ、本当はラテン語のル e って言うんですね、なんとかに関してって意味なんですが。で、Ken thanks the new policy.、ね、はい、Ken は新しいポリシーをこうだと思っておりますと。 で、次は、One fact stated in Ken's forum post is that, ね、はい。k のフォーラムに関して言われているものの事実は一体どれですかまあ、これもね、選択肢、えって感じですけど、まあ一応チェックしますよ。more discussion is needed about policy.Policy については、もっとディスカッション、話が必要ですよ。これ必要ってまた出てきたよ、need. それってあなたの感想ですよね。必要かどうかわかんなくねというね。The head teacher's experience s improving the school. ですね。はい。head teacher の、head teacher イギリス英語ですね。はい。校長先生ですね。principal ですね。アメリカでは。っていうのが、スクールを良くしてってる。それってあなたの感想ですよね。いいとか悪いって。<laughs> あなたの感想ですよね。で、the school should think about student's activity. シュッと入ってるよ。すべきだって。 ってめちゃめちゃ主観的な表現じゃないですか？主張語とか言うときに出てくるわけじゃん。There are students who do not welcome the new policy。ポリシーをウェルカムしてないですね。ポリシー良くないよって思ってるスチューデン生がいる。って B 動詞ですね、まあ。めちゃめちゃファクトっぽいっていう表現だけでもこれじゃねえのっていうふうに実は絞れちゃうんですよ。Who thinks the aim of the policy is to save energy ですね。はい、エナジーをセーブするため、節約するためでしょ。それが目的なんでしょ。ポリシーのって思ってるのは誰ですか？ Dr. Barger <次> is basing his new policy on the fact that はい、バーガーさんですね。すごい名前。ドイツ語っぽいね。はい、あこれもやっぱイギリス英語でドクターの後ろにピリオドついてないですね、はい。自分のそのポリシーっていう新しい方針っていうのをこの事実に基づいていますた。Going home early is important. 重要ってさ、めちゃめちゃそれあなたの感想ですよね。Safety in the city has decreased ですね。はい。安全性が減った。The school has to save electricity.Electricity を 節約しなきゃいけない。それってあんたの感想ですよね。 The students need protection need、ね、守らななきゃいけないけめちゃめちゃ主観的な表現いっぱい出てるじゃん、これ。っていうですね。下手な、下手なんですよって言うのがあれだけど、大人からすると、何言ってんのみたいな感じなんですよ、これね。だ答えがさ、すぐに分かっちゃうんだよね、これね、実はね。Uh, what would you research to help Ken oppose the new policies? あなた何をリサーチしますかえー、Ken がその新しいポリシーに反対だっていうのを助けるんです。それを手伝ってあげるわけでしょ。 県さんが反対だよニューポリシーにっていうのを手伝ってやる助けてやるために一体どのリサーチを出すべきかまあ、最近というかでもこういったね全く本文中に書いてないんだけど推測してそこから言えることは何かみたいなのは結構出てくるんですがこれ情報処理問題の難しいやつレベルが高いやつですね推測するやつですはいでは見てみますねニュースクールポリシーに関してですね P.E. バーガーさんと K.E. ロバーツさんと ちっっって,てどっちかかいうののはこれねひっかけとかによくあったりするのでちゃんと押さえておきますねちゃんとバーガーさんに向かってロバーツさんが送ってますね。こっちでもわかるから、dear って書いてから、dear Dr. Burger って書いてあるから、あ、バーガーさんに向けて書いてる。バーガーさんが受け取ってる側で書いてる側が regards Ken Roberts ですから、はい。だから、この文章は Ken Roberts さんが書いているものです。はい。読ゃあやってみてみますね。On behalf of all students 生徒たちを代表して、on behalf of ですね。代表してとか代わりにとかって言われるやつです。Welcome to St. Mark's School. <S ね、はい、St. Mark's School へようこそ。最初の校長先生ですね。で、何のって言ったら、background を持ってる。つまり、まあ、社会人を経験した。So we hope your experience will help our school. ね、私たちはのスクールをそれが良くしてくれるといいねっていうふうに言ってます。Is improving とかってあったけど、別に今やってるわけではないですし、良くなってるかどうかはどちらにしろ、あなたの感想ですよね。 はい、で、I'd like to express one concern. あっと心配事があると。After b o you're proposing to u t the the change a school activity schedule.After school のスケジュールアクティビティにチェンジを提案してるんですね。うん で、えー、どういうふうに変えようと思ってるのかアフタースクールアクティビティを。I realize, oh, realize, ね。イギリススペルですね。はい、S。アメリカと ZZ ですね。The saving energy is important and from now it will be getting darker earlier. ここから暗くもなるし、節約するおエナジーをっていうのは大事だよねってほら言ってますね。saving energy の話出てきてますね。健さんが 言ってます。ケンさんが、ケンさんがさ、なんか、高倉健とか、松平健とかですね。ケ、え、ン、ー、さんが、セーブエナジーのためにやってんでしょうっていうふうに疑ってますから、これが問いのさんっていう形になりますね。This is this why you have made the schedule an hour and a half shorter? っていうふうに言ってますから、ほらね。だから、that's why みたいな感じですね。This is why. だから、あんた、このスケジュールを 一時間半短くしておまんのかいな、みたいな感じで言ってるわけですね。An hour and a half. ですね、これ出てきますよ。文法問題とかで、間違い探し問題とかで問われる表現ですね。1 n An h o 1 r a n でもいいんですけど、o とかね、言えるようにしておいてください。そことで、1時間半短くしたんですね。この after school activities、つまりは放課後にやるえ部活みたいなですね。はい、部活を短くしたんかいなって言っわけですね、やっぱりさんがここで合ってるっていうのがわかります。県産の意見ですね。police とかね、全然関係ないですね。The students at St. Marker School take both their studies and their after school activities very seriously. Seriously ちょっと離れててめんどくさいですね。take seriously ですね。これを真剣に思ってる、真剣に取り組んでるよってことですね。だから一生懸命勉強。ああ、そうですね。one's studies って言いますね。勉強とか。 After school activities ですね。部活動、学校の後でやる活動をとっても真剣に考えてるんだっていうふうに言ってるわけですよ。で、それに対して、だからもう一生懸命やりたいんだよって言ってるのに短くしたんですかっていうふうに言ってるわけですよ。なんで、この After school activity が短くされちゃってるわけですよね。これが一番ですね。k e n thinks the new policy, new policy っていうのは、1時間半スケジュールを短くしたことによって部活動の時間が減っちゃってるよってことですね。だから1。 こういうふうにあの、印つけといてくださいね。どこに回答根拠があるのか。ちょっとこの辺固まってて嫌なんですけど、3、1の答えがここに重なっています。 一番は can make students study more ですね。もっと勉強させるとか書いてないし。may improve school safety セーフティーについては何にも書かれてないですね。should be introduced immediately すぐにポリシー導入しなきゃいや、良くないっつってるからね、この人ね。おかしいでしょう。で、続き聞くと、a number of students have told me that こうって言って,言ってます。they want to stay at school until 6pm as they have always d ですね。いつもやってたように6時までいたいよっていう風に言ってますね。6pm の書き方とかもね、そうい イギリスっぽいですけどね。6時まではいたい。そう、だから、いつも6時までいたんでしょそれが、1時間半短くなってるわけですよね。つまり、今は4時半に帰ってるんですね。4時半に帰るっていうことになってるわけですね。まあまあ、部活嫌いな人はね、シャーってなるけどね、やった帰れる。早いぜえなると思いますが、部活を一生懸命やりたい人は、ちょっとちょっと6時でしょうって、なんで4時半に帰んなきゃいけないのもう全然活動できないじゃんっていうふうになってるわけですね。だから、ここが不満を言ってるわけじゃないですか。で。 前みたいに痛かったのにっていうふうに言ってるので、これがやっぱり問い2の答えになりますよね。There are students who do not welcome the new p o l i c 新しいポリシーをじゃないですね。それを歓迎していない人たちは実際にいるんです。こういうふうに3、1、2の答えがわかりますね。Therefore, I'd like to ask you to think again about this sudden change in policies. このポリシーのいきなり変わっちゃった、突如変わったことについてちょっと考え直してくんないですかっていうふうに言ってるわけです。 はい、それに対してですね、このバーガーさん、なんとですね、返事してくれます。P.E. バーガー。P.E. 何でえフィジカルエデュケーション。体育バーガーさん。違うんですね、多分ねはい、まあ、もう校長先生がですね。 答えてくれるんですよ。優しい校長。dear Ken.、ねはい、Ken. Many thanks for your kind post. そのポストに関してお礼言ってますね。You've expressed some important concerns. 重要な心配を express ャーした。表現してくれましたよ。especially about the energy costs and the student opinions on school activity.Energy c o s、はい、だったりとか、スクールアクティビティについての意見。The new policy has nothing to do with saving energy. です、ねはい、関係ないってやつですね。Have something to do with とかね、関係してるよってやつですけど、have nothing だから関係ねえよって言ってます。The decision was made, decision was made,、はい、make a decision ですね。その決定はなされました。based on the 2019 police report ですね。はい、police report に基づいてやったんですよと言ってます。警察の報告書みたいなのがあったんですね。2019年に。The report showed that our city has become less safe due to our 5% increase in serious crimes っていうふうに言わんですね。 私たちの街はセーフじゃなくなっていると、はい、重大な犯罪が5%増えたからだからだよというふうに言ってるので。 問い 4,、ね、4番が2番ですね。はい。Safety in the city has decreased ですね。これがまあ事実、まあ。もちろん、いや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 、犯罪が増えたからといって安全性がとかって文句を言う人はいるかもしれないんですけど、まあ他が明らかにオピニオンだからね。だからこれしかいけないでしょもちろんね、そんなこんなリポートだって嘘かもしれないんじゃないかって言われたらもう何も言えないですから。この報告書だって実は単なる警察がでっち上げたとかって言われたらもう何も言えませんので、まあ消去法でやるしかないんじゃないですか、そう思ってる人は。で、I'd like to protect our students. ね So, I would like would to return home return them 暗くなる前に帰ってほしいんです。っていう風に言ってるわけですね。まあ4時半に終わってね、どっか行って遊んでたら意味ないんですけどね。っていう感じで終わってます。Yours。っていう風に言ってます。さあ、じゃあ、ケンはこのバーガーをやっつけたい場合ですよね。バーガーさんに反論したい場合、何のデータを持ってくればいいのかっていうのが、この問い5の問題になるわけですから。さあ、何を持ってくればいいですか ?1、The crime rate and its relation to the local area。はい。 こいつでしょう5番はクライムレイトですから犯罪率とローカルエリアの関係性についてですねその犯罪の起きているエリアとの関係性を示せばいいっていう風うに言ってますそうですねこのレポートを持ってくれば反論できるじゃないですかいやいやいやここの地域と関係ないじゃないですか っていう風にね、言えればいいわけですよ。その私たちのシティって言ってるけど、セリラスインクリースとかって言ってるけど、この学校の付近の見てくださいよ、この学校の付近、安全じゃないですかとかって言えれば、反論できますよね。はい、2番、The energy budget and electricity costs of the school。これ全然関係ないですね。あ一応見ますか、選択肢。はい、the crime rate. っていうのとそれがローカルエリアですねここの地域でなくても。市では増えてるかもしれないですけど、こら、この学校の近辺全然増えてないじゃないですかとかっていうのを調べて出せたらいいですよね。で、次がエナジーバジェットエレクトリシティカースト・オブ・タ・スクールですね。これは関係ないですね。エナジーバジェット、バジェットって知ってますかバッド・ゲットとか読まないね。ブッド・ゲットとか読まないですよね。予算ですね。だから電気代とかガス代とかですね、ああいうやつですね。それの予算と、実際に電気代を見ると、ほら、電気代すごいかかってますよ。だから整備エナジーが必要ですっていうデータを県学 出すす意味が全くないですね。だってそもそもバーガーさんは関係ないって言ってたじゃん、セーブエナジー。だからありえない。3番、The length of school activity time versus the b u d g e t スクールアクティビティの時間と、通してバジェット予算ですね。ほら、そんなに長く活動してるから、だから予算がたくさんかかっちゃってるんだ。お前らいっぱいやるからこうやってお金がかかるんだ。なんて話はどこにも出てないですね。次は、The study hours for students who do after school activities.After、ね、school activities をしている 人たちのための時間、勉強。その人たちにまあ与えられてる。まあ、これだけだといろんな解釈ができちゃうんですけど、ほら、アフタースクールアクティビティーズたくさんやってる人の方が勉強してるんですよとか、わけがわかんないですね。普通はなんかアフタースクールアクティビティーズをやってる方が勉強時間が少ないですよ与えられてる時間少ないですよだから、部活の時間は短くすべきだとかって言うんだったらわかるけど、この人部活の時間長くしたままの方がいいって言ってる人でしょだから4は何言ってんのかさっぱりです。ということで、1しか合ってない。 っていうのが分かるわけです。いや、これは難しいですよ。こういう問題って見たことない人が多いからですね。やったことない。ここに書かれていたことから、そこから言えることは何ですかっていうのはね、結構大変な問題だとは思いますね。で、こういった形式のものが出てきた時にきちんと読み込んで、そこから論理的に言えることは何かっていうのをね、考えてやるっていうのは大変だと思いますが。 頑張ってやってほしいかなと思いますちょっと難しかったですけどぜひぜひ参考にしてあ、こういう問題出るんだ気をつけとかなきゃって思ってもらえればいいんじゃないかなと思います、はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録そしてクラウドファンディングも忘れずにお願いしますそれでは始まりましたさあ共通テストリーディング対策講座になりますね、えー、今回は第4項ですねはい、これは第3問を扱ってみたいと思いますねはい、今回もですね早稲田法治選手からお送りしておりますはい、では行きましょう悪霊 第三はい行ってましょうねではまずいつものようにですね状況を書いてありますのでそこをチェックしますねまたイギリスですねもうイギリス英語無理やり使ってますよ絶対この教材この教材というか共通テストで「uh, You found useful information and e Q&A session of a travel advice website ね」ね はい、トラブルのアドバイスするウェブサイトで Q&A で質問、答えですね、Question と Answer ですから、はい、そこでユースを役立つ情報を見つけたっていう風に言ってます。で、質問チェックしましょう。は、まあ、い,い。なんかそうですね、ホテルまでの行き方の表がありますね。はい、まずですね、From Alex's answer, you learn that. はい、アレックスの回答からアレックスがこうだとわかりますよ。 何をつったら、appreciate the convenient location of the hotel ですね。ホテルの convenient location ですから、便利な場所にあるってことですね。その便利な場所にあることは appreciate ですね。はい、評価してるわけですね。で、次は、Got lost in Victoria Station on his first visit to Castleton ですね。Castleton に初めて行った時、Victoria Station で、Got lost ですから、はい、迷っちゃったよってですね。Visit 名詞で使ってますから、これ後ろ、to 必要ですかね。動詞の場合はいらないですね。Visit Castleton ですけど、名詞の場合は visit to どこどこですね。 次3番、Thinks that the hotel is good value for money そのお金の十分な価値があるっていうですねだからこれ行く価値あるよっていうふうに言いますで次は Use the same route、uh, route とかルートですね from the airport both times、はい エアポートから同じルートで行きました。上に書いてあるやつですね。で、まあ、これらで合ってるものを探します。内容1ですね。次。出発すると。で、public transport ですね。はい、公共交通機関ですね。 じゃないですよ。transport っていうのはこれイギリス英語です。アメリカ英語では transportation っていう風に言いますね。で、どちらも不可算名詞数えられないので気をつけてくださいね。これ英作文でよく transportation ずっと書いちゃう人多いんですよ。停泊、はい、公共交通機関を使っていくと、で、2pm ってこれもイギリス人の書き方ですね。2があってほら、ピリオドついてて00でしょ。アメリカ人だったらほら、こういう風に書くじゃないですか。200って書くじゃないですか。だからすごいイギリスって感じがしますね。イギリス人にさっきに聞いてみたんですよ。どうなのこれ。これ。何が違う気にしない キーボードの位置で。 ピリオドが近かったらピリオドに書くし、こっちがコロンが近かったらコロンで書くよみたいなですね。すげえむちゃくちゃなこと言ってましたけど、アメリカ人はまあ書かないですね。このね,ね、2.00とは書かないですね。で、はい、これもそうですね。アメリカ人だったら、March 15th の順で書くね。March 15って書くのに対して、イギリス英語では15 March ですね。The 15th of March っていう風に書きます。で、What is the fastest way to get to the hotel? ですね。ホテルに行くのに一番早い道はどれでしょう。まあ上に書いてるこのいろんなルートですね。そのルートの中でどれが一番早いかって言ってます。 で、日付が条件として書いてるね。で、そして時間でしょこういう、ほら、言いましたね。条件っていうのが大事になるんですよ。共通テスト。はい、では、読んでいきましょう。I'm considering staying at the Holly Tree Hotel in Castleton in March 2021. はい、Consider ING ですね。こうするのを考えてるよ。 で、Holly Tree Hotel に泊まると、3月2021年。で、Would you recommend this hotel? ですね、recommend しますかこのホテルを。And is it easy to get there from b a x t i r エアポートね、b a x t i r エアポートから行くの簡単っていうふうに、l ッ t さんが質問しました。それに対して答え、アンサーがこうなってますね。はい。で、これが Alex の返答ですね。Answer.Yes, I strongly recommend the Holly Hotel. あ、I recommend the Holly Tree.Holly Tree Holly trees をおすすめ。すごくおすすめだよって言って、I've stayed there twice. はい、2回。 It's an expensive, はい、安いよ。and the service is brilliant. b r i i l l a n There イギリスス本当によよく使いいますね。素晴らしいよサービスも。<で> t is also a wonderful free breakfast. 無料ののの breakfast breakfast free があああるるると書いてあるので安い。いててててででで安そそしてサービス最高。ままんんだっっうううふうに言すすからここれれはは。そうお値打ち価格なんですよこれは はい。だからですね。t h a n k s that the hotel is good value な、<laughs> 無理だな。はい。good value であるという、これさんが合ってるだろうなっていうのはわかりますね。そう。すぐに答え出てきましたね、これね。 続き Click here for access information という風うに書いてあるので、ここをクリックすると Access information ですね。まあ日本でもアクセスって言うじゃないですか。そこまでどうやって行ったらいいかね。バスとか電車でとかっていうのありますよね。ああいうやつです。そのインフォメーションをこれインターネット上ですから、これねここ押せば見れるよってことですね。Let me tell you my own experience of getting there.、ね、はい、そこに行った時の経験を話しましょう。On my first visit 最初は。で、これ The second time って言とこれ2回行ってますよね。そうです。だからこの人2回行ってるので、<laughs> Use the underground ですね。Underground って言ってますね。これイギリス英語です。 アメリカ英語だと何て言いますそうサブウェイって言いますね。 サブが下、ウェイが道ですね。はい、アンダーグラウンド、はい、地面の下。だからサブウェイをまず使ったと。which is cheap and convenient ですね。はい、安くてコンビニエントだった。表に載ってましたもんね。trains run every five minutes。はい、5分おきに走ってるよっていうですね。この every plus 時間の表現ですね。で、from the airport、エアポートからは、I took the red line to Mossfield.Red line、はい、に乗って Mossfield まで行ったと。they're transferring to the orange line for Victoria.should normally take about seven minutes. ね、ビクトリアに行くオレンジラインに transfer 乗り換えですね。transferring to the orange line should normally take about 7 minutes.7、ねはい、分くらいで。But the directions weren't clear、ねはい、どこに行ったらいいかっていうのね、そういう指示がわかりにくかった。And I needed an extra 5 minutes、はい、5分プラスでかかっちゃった。 で、10分で行けたよというふうに書いてあるんで、さあ、1回目どうやって行ったか分かりましたか ?1 回目はこの Bret Line ですね。はい、Bret Line に乗って25分くらいで Mossfield ですね。はい、でもこの辺は Mossfield で迷っちゃったって言ってましたよね。普通、Mossfield だったら7分ぐらいって言ってますね。これ7分ぐらい。7分ネツくらいなんだけど、迷っちゃって時間がもっとかかっちゃったっていうふうに書いてました。一応、迷ったっていうふうに書いておきましょうか。はい。 で、オレンジラインに乗り換えて、ヴィクトリアステーションに行ったと。だ、これ名前をったのはモース・フィールド・ステーションですから、そう、ヴィクトリアステーションで迷ったわけじゃないので、には違いますね。で、ヴィクトリアステーションに行って、その後で、シティ・バスで、ハリチュリー・ホテルに行ってますね。で、二回目の行き方ですね。はい、t h a s e second time, I took the express bus to Victoria って言ってるので、今度はバスで行ってますね、電車じゃなくて。だ行き方変えてますよね。So I didn't have to worry about transferring ですね。はい、だからそれ乗り換えを気にする必要はなかった。At Victoria, I found a n o t i c e ね、お知らせを見つけたよ。There will be roadworks until summer 2021.2021 2021年の夏まで roadworks があるよ。これヒントですよね。条件じゃないですか、これ。はい。で、now it takes three times as long as usual。ね。普通よりも3倍かかると。to get to the hotel by city bus。ね。シティバスで行くには3倍の時間がかかっちゃうよって言ってね。はいはい、条件出てきましたよ。 Other buses run every ten minutes はい、十分おきに走ってると It's possible to walk 歩くこと可能だよ But I took the bus as the weather was bad ってですね、天気が悪かったからはい、バスに乗ってったよっていう風に言いますで、Enjoy your stay はい、はい。では2回目はですね Victoria Station までには Express Bus で行ったんですよで、Express Bus ススで行ったってことはルートが違いますから4は消えますね別のルートを使いましたで、Victoria Station まで行って シティバスに乗ってったんですけどシティバスは今、はい、工事があるからいつもよりそう3倍時間がかかるって言ってましたよね3 times 10 minutes の3倍ですから今はそう30分かかるって言うんですねこれねだからね30 minutes 30 minutes かかるわけですよ。さあ、一番早いルートはどれですかっていうのが問題ですね。えまず最初の、はい、ビクトリアステーションまで、はい、どっちが早いか、こっちのルートとこっちのルートを見てみましょう。で、この人は、every 30 minutes 30分おきで2時に出発するって言ってますよねはい2時に出発するってことは30分おきですから10時10時半11時ってやってった時に2時から出発するのは OK ですだからエクスプレスバスでもレッドラインでもどっちでも構わないですねどっちも使うことができるんですがどっちが早いって言った場合に 25+7+10 めんどくさいですね計算ですよはいこれ計算するとそう42ですねこっちが42分はい でこっちだったら30分ですねということでエクスプレスバスの方が早いですはい次ですシティバスかオンフットですねどっちで行ったらいいですかって言ったらシティバスはいつもより3倍かかりますから30分そしてオンフット徒歩で行ったら20分ですからはいこっちでしょう。ってことでしたらエクスプレスバスと徒歩っていうのが正解になります めんどくさいですね。条件があって、計算があって。はい、だから、エクスプレスバスは OK ですけど、CT バスはダメ。エクスプレスバス OK、オンフット OK、に正解。アンダーグラウンドではないので、3、4は×という風になるので、はい、答えは2っていう形になりました。いやー、厄介ですね。めんどくさい。条件を使って、そして照らし合わせて、そして計算するっていうのが、これが、 共通テストの面倒くさいところですはい、という感じでやっていきますの、ね、でこの動画ぜひぜひよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますそしてクラウドファンディングも忘れずに <noise> それで始まりました共通テスト英語リーディング対策講座第5項になりますね今回も早稲田宝泉寺からお送りしております今回は第3問の B を扱いたいと思いますさあ果たしてどんな問題が出てくるのか5項ご期待 B の問題ですねまたイギリスイギリスから来たですね。エクチェンジステデント交換留学生が書いたですね。ニュースレーター。まあお知らせですね。の手紙。学年の学校。 こうのなんか、お知らせとかが書いてあるやつ月報とかになってるんですかね。社内報とかね、言ったりします。カンパニーニュース w s l e だと。説明を見ます。最初が、put the following events one through four into the order in which they happened。起こった順に並べなさいってやつですね。起こったかな許す。もうやめましょう。これ、ね、いつもやってる。t h e y w e r e attended a center event. センターのスペルもね、イギリススペルですね。センターとか theater ですね。この t-r-e になりますね。イギリスは。アメリカでは ter になりますね。 で、センターイベントに参加した。次は、サラダ donated money to the center、ね。はい、寄付した。サラダ made a suggestion to k a t i あ、Katie いうとこが出てくるんですね。k a t i に s u g g e s t i o n 提案した。The campaigners asked the mayor for help.、ねはい、キャンペーンは何かしらのこうやれ、あれやれっていう運動してる人ですねで。それが、メイヤーに助けてっていうふうに、また、アスク、メイヤー市長さんですね。for help, ask 人 for 何々ですね。for で求める。何を求めてるそ help を。次、from seller's message. You learn that Sakura International Center, Sakura International Center はこうです。Gives financial aid to international residents.、えー、外国のですね、国際的なってことは外国の人たちの residents 住む人ですね。に、financial aid ですか。Aid っていうのは help のことですから、お金の help ですね。経済的 help. Offers opportunities to develop friendships.Friendship、ね、を作る、育む、develop ですね、えー。そういった機会を与えています。 次は publishes newsletters for the community 先輩このコミュニティ共同体のためにニュースレッダーを出してますよ。y o send the exchange students to the UK 先輩 UK に交換留学生を送っていますえ。結構ね、選択肢全部覚えなきゃダメなんですかって言われるんですけど、まあ、この順番のやつ覚えておいた方がいいですね、先に見てね。こっちは、 答えに関係ある箇所が出てきてからでも OK ですけどね。はいまあ、自分自身はあの全部覚えちゃうタイプの人間なんで。はい。You have decided to help with the campaign after reading Sarah's message. はい。Sarah のメッセージを読んだ後に手伝ってあげようっていうふうに決めました。What should you do first?、ね、最初にしたのはどれがいいか。これは、これを読んだ後にって言って書いてあるんで、ああ、じゃあ読んだ後に見ればいいのかなっていうふうに思って、解いていきます。自分自身だったらね。はい。では、いきますね。 Wanted. はい、ボランティア募集ですね。Hello everyone, I'm Sarah King, an exchange student from London. です、ね、この学校の人たち、英語読めんですかね,ね読めなかったらもうニュースレーター見て英語だわーってやるそうですけどね。I'd like to share something important with you today. です、ねはい、今日はね、あなたと、ね、共有したい重要なことをですね、はい。something が来てるから important。いちごの形容詞も後ろからかかりますね。で、share A with B ですね。はい A を B と共有するつまりは A に B を伝えるときに使ったりしますね。はい、こういうふうに。トイックとかを受けてるとそうですよ。よくこうやって伝えるっていう意味でシェア出てきますねあ。そう、共有するってね。情報を共有するってことは、それはあなたにその情報を与えるってことですからね。You may have heard of the Sakura International Center. ね、はい、Sakura International Center って聞いたことあるでしょ ?It provides valuable opportunities for Japanese and foreign residents to get to know each other. はい、ここですね。こいつに気づきました そこがですね、サインターナショナルセンターっていうのはプロバイ i d e s v a 価値のある機会を与えてます。日本人と、そして外国人の,この住んでる人ですね。そこに、レジデンス、住人ですから。で、to get to know, ですね、はい、知り合いになる、each other ですね、はい。 お互いを、each other は名詞ですからね。はい。お互い知り合いになる機会を与えてるっていうのが、これですね。はい。offers opportunities to develop friendships っていう風になってるんですね。provide が offer に言い換えられてますね。よくある。で、develop friendships ね。はい。このフレンドシップを育むんですね。お互いを知る機会を与えてるっていうのが、この言い換えになってるわけですね。これはいい言い換えですね。見抜けました Popular events such as cooking classes and karaoke contests contest, are held every month, Be held. However, there is a serious problem, mondai The building is getting old, natte To help raise funds to maintain the center, many volunteers are needed, はい。to help raise. あ、help は後ろに原形取れますね。こういうふうに help 原形。なんとかするのを手伝うとか、役に立つとかってやつですが。で、raise fund ですね。そう、raise はお金を後ろに取って、それを集めるって意味ですね。資金を集めるっていうふうに言います。そのセンターを維持するすメインテインですね。そのキープするのにお金をですね、こう集めるのを助けてくれるのに、多くのボランティアが必要ですって言ってます。I l e a r n d about the problem a few months ago。すごい learnt ですね。めちゃめちゃイギリスっぽいですね。 アメリカでアラングですね、普通はね。While shopping in town、ね I saw some people taking part in a fundraising campaign。 ねはい、で、これを見たようですね、何かの人たちがファンドレイズンキャンペーンに参加しているのを言いました。ファンドレイズンっていうのが、さっきの r a ズ e f u n d s ってありましたね。そこから来てって、お金を集める資金集めをすることを言いますね。ファンドレイザーなんていう,ふうにも言いますね。資金集めのイベントのことです。まあ大体チャリティーとかね、まあ、政治活動とかそういう時に使います。だからトイックでも出てくる場合チャリティーです、いつも。で、今回そのチャリティーでお金を集めているのを、やってるのを見たと。I spoke to the leader of the campaign Katie。はい、キャンペーンのリーダー、Katie と話しました。 Who explained the situation? explained その状況をを説明してくれたんですね。She thanked me when I donated some money. お金をドネイトした時ですね。はい。寄付するってありましたよね、選択肢に。はい、ドネイト some money っていうのははいありましたで。She told me that they had asked the town mayor for financial assistance. あありましたね。はい。キャンペーンやってる人たちが、メイや市長さんに、まあ市長さん。これは町だから町長さんかもしれないですね。町長さんにお金、町長 で、お願いをしたと。The request had been rejected。はい。でも、ダメです。ですね。拒絶されちゃいました。ね。私は拒絶する。ね。わかる人しかわからない。という形で。で、ここ気をつけなきゃいけない。そうなんですよ。これね。ハードになってるんでこれ。わかりますかドネイトしたよりも前ですね。これだからやってるのは。ね私が寄付したのよりも前にお願いしてるんですよ。厄介でしょ これ money to the じゃないですか。これがあってキャンペーナーズが頼んだのがそのあとかなって思うんですけど書かれた順番はそうですけどこっちは HadAsked になってたんでこっちが先なんですよ。だから4の方が先だっていうふうに気づかないといけないわけですね。これがポイントです。 They h a v e no choice but to. なんで、はい、have no choice but to do ですね。ここで、以外のチョイスはない。これするしかないですね。以外のって意味のバットですかね、これね。はい、じゃスタートするしかない。何をって言ったら、d r a i s i n g ですね。はい、自分たちで資金集めをやるきゃないっていうふうになったと。The last month I attended the lecture on art. art についての、え、レクチャーに参加したよ。あったセンターですね。はい、センター。で、はい、イベントに参加出ましたね。The attend the center event ですから、はい、4、2、 1> 1このまま大動物の返しがなければそのまま行きますね。Katie、はい、にサジェッションが出てくれば4213ですね。Again, I saw people trying to raise money. はい、お金集めようとしてる人を見ましたよ。And I decided to help.Help help しようと思った。They were happy when I joined them in asking passers-by for donations. なんであ、参加して一緒にお願いしますってやったんですね。 で、見て、嬉しかったよ、私が、その、ジョインでですね、彼らに加わった、ジョイン人、in, ing っていうのも結構よく使う表現ですよ。入試で習ったりはしない人が多いと思いますけど、それに加わって、これ、一緒にやるんですね。で、パッサーズバイですね、はい、通行人です。複数形をつけるときパッサーズって、ここにつけるっていうのがね、まあ、ポイントなんです、ね、パッサーバイズじゃなくて、パッサーズバイって言すね。で、フォー d ネーションはい、スクヒ人フォーことでしたね、さっきね。お願い 募金してくださいっつって。We tried hard、一生懸命やった。But there were too few of us to collect much money ですね。いっぱいお金集めるためには人が少なすぎたよ。よ With a tearful face ですね。もう涙を浮かべてるですね。Kitty told me that こうだと言った。They wouldn't be able to use the building much longer ですね。もうこれ以上長くは使えないよその建物をっていう風にね。Then、I felt the need to do something more ですね。もっとなんかしなきゃっていう風に思ったと。Then the idea came to me that other students might be willing to help。 他の人たちも助けたいんじゃないのっていうアイデアが浮かびました。え同格のザットってやつですね。このアイデアがこのザット説内ですね。ちょっと離れてますけど。The idea that other students might be willing to help came to me でもいいんですけど、ちょっと頭でっかちになるのでこうなってます。で、他の students たちも助けたいんじゃないか。be willing to do ですね。喜んで何々するっていう考えが浮かんだ。で、Katie was d e l i g h t e d to hear this ですね。これを喜んで聞いてくれたって言ってるので、はい、ここで。 アイデアが浮かんで、それをケイティに話してますね。はい。だから、それがサジェッションですね。3番目なんで、4、2、1、3っていうのが正解になりますね。まあ、厄介なのはこの4、二のところですね。ここがちゃんとできたかっていうのがポイントです。最後はキャンペーンですね。セーラーのメッセージを読んだ後にどうするか。 Now, I'm asking you to join me. ですね。はい。ask 一つ,ずつですね。これ、頼む。ね。私に加わって、a n d e fundraising campaign. ですね。end a fundraising campaign 加わって、to help the Sakura International Center. Sakura International Center を助けましょう。Please email me today. ですね。はい。お願いが来ました。はい。お願い表現。Email してね、私に。今日。As an extended student. ねはい。交換留学生として、my time in Japan is limited. ですねはい。時間が限られている。But I want to make the most of it. それを最大限利用したいですね。make the most of、ね、By working together. 一緒にやって、we can really make our difference. Make a difference.、ね、違いを生む違いを作れるよってやつね。class 3a ですね。あ、3a なんですね。serah king って言って、serah の e m a i が入ってますね。serah k. 普通は s king なんですけど、作り方。まあどうでもいいですね。日本人で serah king という風うに書いてありました。serah moon みたいなね。はい。ということでどうすればいいのか。 メール送ってこい今日って言ってるんですね。アラモタイズイベントあったセンターセンターのイベントを広告する意味かんなですね。コンタクトセラーフォーファーダトインフォーメーションはい正解ですね。はいセラに連絡をするっていう、ね。このイメールをコンタクトに書い換えるとか、まあトイックでも品質ですね。フォーファーダトインフォーメーションとかフォーモーインフォーメーションより、ね、詳細はとかですね。より情報を知りたい場合は、まあ情報を知りたい場合はとか書いてないじゃんって思うかもしれないですけど、連絡するからには何かしら別の情報を知らなきゃいけないじゃんね。全部やりますだけじゃなくて、どういうふうに何をやるのか、情報どこで 何をするのかっていう情報必要ですから、消去法でやった人もいるかもしれないですけど、まあ、これはぴったりでしょう。三番、Organize Volunteer Activities at School ですね。学校でボランティアアクティビ i t ズ e のオーガナイズですね。はい、それをこうまとめたりなんだりするってやつですかオーガナイズスペルが SE になってますね。イギリススペルですね。アメリカだったら Z ね。Z e、次は四番、Start a new fundraising campaign。新しいファンドレイザーインキャンペーンを始めるなんていうのは書いてますね。なんで、まあ消去法ではいけるとは思いますね。はい、という感じでした。なんで、えー、まあここだけちょっとトリッキーでしたが、この質問はだいぶ簡単です。 と該当箇所を見つけて言い換えを見抜けばすっと答えが出せるものになっているので、A、B の方は簡単だったかなと思いますはいという感じでやっていきますの、ね、でこの動画ぜひぜひよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそしてクラウドファンディングも忘れずにそれでは始まりました共通テスト対策講座ですねいよいよ第6項になりますね今回は第4問を扱ってみるんだよん はいでは行ってみましょうねまたシチュエーション変えてますね、uh, Your English teacher, Emma, has asked you and your classmate, Natsuki ね、はい、あなたと夏キにで、ね、エマが何かをお願いしますね。To help her plan the schedule for hosting students sister's for from your o o help her schedule h plan day's c あ、シスタースクールの人たちが来るわけですね。その人たちをホストこう出迎えてあげるわけですね。で、そのスケジュールを計画するのを手伝ってちょうだいっていうふうにお願いしたわけですね。で、you're reading the email exchanges between 夏 i and Emma. です、ね、夏キとエマのメールのやりとりを見ると。Yeah, so that you can draft the schedule. スケジュールをこう書くことができるためにってことですね。作る。ですね、f t っていうのはまあ、 走行とかって言われたりするんですけど、このバッチリと決まったバージョンじゃなくて、こうするっていう風にね、考えてるやつですね。じゃあ、説問をチェックしましょう。まあ、なんたってね、情報量が多くて、非常にめんどくさいです。もうほんと、一番めんどくさかったですよ、やっぱここのダイヤモンが。ほんと、ダイヤモンが嫌い。最初、問い1。The guests from the sister school will arrive on the number 99 train and catch the number 99 train back to their hotel. という形で、 何番の電車でまず到着するのかっていうのが書いてあって、そしてホテルに帰るときは何番の電車に乗るのかっていうのが書かれてますね。はい。だからどの番号の電車に乗るかってね、めんどくさかったでしょう。情報を照らし合わせてさ。ほんとめんどくさい。次。Which best the draft schedule? はい。Draft Schedule ですから、はい。こういう走行のね、スケジュール。どこに行くのかってことですね。Aquarium. Botanical Garden. 水族館行ったり、植物園行ったりするんですね。で、まあ、はい。ショッピングモールですかね。 で、スクール、学校って言って、はい、その、どの順番で行くんでしょうってことですね。9時半、1時半、15時半、17時,時っていう風になってますね。 3番、unless it rains. はい。雨が降らない限りは、the guest will eat lunch in the って書いてますか。はい。ゲストがどこでランチを食べるのかですね。このちゃんと覚えとかなきゃいけないですね。雨が降らなかったらどこで食べる。次、the guest will not get around なんとか on that day。その日にどれで移動しないのかってことですね。not ですから。はい。get around こういう風にどっか移動するってことですね。回るってことですけど。by bus, taxi, train.train はまあ、だって乗るって書いてあったから、絶対違うでしょ。だってどの電車に乗りますかって書いてあるから、もうなんか答え外すの 言っちゃってるよ、もう、説問の中で。onfoot, 徒歩って書いてますね。何かしら徒歩では移動するでしょうと思うけどね。<laughs> 次、other third option. はい、三つ目のオプションとして。which would be the more suitable for your program? ですね、はい。プログラムにふさわしいのはどれかって書いてますね。ひばり a ミュー m u s e m e n t Park なのか、アミューズメントパークなのか、ひばり a r i Art Museum、アートミュージアムなのか、ひばりキャス Castle。すごいね、ばりじ a r ひばり e Hibari Space Center。ね、Space Center。さあ、どれがいいのか。ですね。なんかひばりさんが、うお前出てるよつってこう、いじられそうだよね、絶対ね、この問題。 では行きましょう。もう本当に情報がいっぱいあって大変です。行きます。じゃ一応順番通りに読んでいきますね。でも照らし合わせなきゃいけなくて本当めでくさい。はい、行きます。Hi, Emma.We have some ideas and questions about the schedule for the day out with our 12 guests next month. アイディアとクエスションがあるよってスケジュールに関して The day out ですからその日こうどっか外出してやる。take a trip するってことですね。辞書によるとイギリスで結構使う表現らしいですけどね。With our 12 guests。12人のですね。As you told us you the students from both schools are supposed to give presentations in our assembly hall from 10am. ははい10 10時にあ、こっちの,10時の書き方は ね、アメリカ式になりましたけど、プレゼンテーションをすると、アセンブリーホールですね。こうやって集まるところですね。アセンブリっていうのが集会ですから。で、be supposed to do なんとかすることになっているってやつです。まあだから日本側と、ね、北側がプレゼンテーションするんですね。で、will they arrive at Azuma、er、Station? azuma Station か。で、at 9.39am? 細かいな。9時39分、午前ですね。and then take a taxi to the school? っていうふうにタクシーに乗っていくのって言ます。はい。で、まずはここ一応置いときますね。なんでかって言ったら、ほら、電車書いてあったじゃん、最初。 で、あとほら、タクシー乗るかっていうのもありましたから、ちゃんと情報として頭に置いておきます。本当に乗るかどうかは、この後ね、言ってくれるはずですから。で、We have also been discussing the afternoon activities. ね、はい、afternoon activities についても話してる。h a w v b o u s seeing something related to science.Science に関係するのは見たどう ?We have two ideas. 二つあると。But if you need a third, please let me know. はい、三つ目のアイディアがあったらって言いますね。一応入れときましょう。これもほら、三つ目の案はどれがいいかって言ってますよね。 related to science っていうのがめちゃめちゃ大きなヒントじゃないですか。あ、そういえばサイエンスに関係してたの、あれっきゃなくねってなりますよね。Have you heard about the special exhibition that、I、is on at the West Side Aquarium next month? ね、はい、West Side Aquarium に。で、It's about a new food supplement.、えー、新しい food supplement.Made from sea plankton. もプランクトンで作られてるんですね。We think it will be a good choice. いいチョイスだと思う。 Since it's popular, 人気があるから the best time to visit will be when it is least busy. ですね。はい。least busy の時に行くと。I am attaching the graph I found on the Kiryuum's homepage. ですね。人気があるから、一番 busy じゃない時に行きましょう。ですね。はい。最も busy じゃない時に行きましょうで、ね。で、attaching ですね。これ、添付するってやつですね。はい。グラフを添付してますよ。 I found on the a q u a r i u m a q u a r i u m のホームページで見つけたってやつですね。まあトイックとかでホームページって出てきたらトップページの意味なんですけど、普通日本語のホームページに当たるものさ、ウェブサイト。 になるんですけど、ただやっぱネイティブによっては、いや、もうホームページは日本語のホームページと同じように使うよっていう人もいましたね。で、ここが、まあ、やっつけちゃいましょうか。はい。ね、いろいろと解けますよね。はい。West Side Aquarium で一番人がいない時に行きましょうって言ってたんで、それに当たってるのは、ほら、グラフで人の時間がわかるさん、そう、ここですね。はい。3時から4時の間ですね。ちょっとね、アメリカ人は普通言わないこんな13とか14とかですね。言うことはないんですけど、イギリス人とかだったら、まあ、オフィシャルな場とかだったら言うかな。これだと 1500 hours って言うんです、これ。1500 hours これ1600 hours って言うんですねで。私はフランスで電車を待ってる駅でこれを聞きました、初めて。1500 hours って言って。?hours、えー、って言うのこれ。1500時間長すぎない ね。思ったんですけど。あ、これ15時のこと、アワーズって言うんだ。15クロックじゃないんだ。へーって思ったのをね。えー、今でも覚えてるんですけど。アメリカ人はやっぱ軍隊ですね。これ使うのは。普通。3pm じゃないとアメリカ人たちはわかんないです。日本に来てめちゃめちゃ困るのがこれですからね。日本人この形式使うじゃないですか。だからこれが3時と5時、7時と5時がわかんなくて、もう本当にね、いつもピヨ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 ピョってアメリカ人たちが鳴ってて困ってる。でも、この、やっぱ軍隊だとアメリカでも使うし、あとはパイロット。 とか時差計算するときにこっちの方が計算しやすいので、8時間札 -8 すればいいとかですね。足して8してあ23だとかね。7だとかっていうのが分かりやすいので使ってる人多いですね。じゃあまずダーク。エヴァもこの時間なんでもう a はこいつですね。このはい、15時代にいなきゃいけないので、こいつだっていうのが決まります。その他の奴らが一体どこに入るのかっていうのを。 決めななきゃいけないけまあ、これ、スクールなんだろうなっていうのはわかるんですけどね、一応ね。最初にスクールに到着するって言ってから。まあ、一応、もう一人の返事側でもわかるので、そこで解きます。East side botanical garden together with our local university. ですローカルユニバーシティと一緒にこのボタニカルガーデン出てきましたね。Has an way plants interesting been developing an interesting way of producing electricity producing of from plants. はい、プランツから電気を出すっていうのをやってると。Luckily, はい、ラッキーなことに、The professor in charge. は、責任がある。やりましたね。be in charge of. だからその責任者のプロフェッサーですね。担当してるプロフェッサー。will give h short talk about it. はい、それについての投稿してくる。On that day, その日。In the early afternoon, why don't we go? って言ってます。はい、ボタニカルガーデンに行くんでしょで、それが、early afternoon って言ってますんで。ボタニカルガーデン、early afternoon ですね。これですね。はい。 他のヒントもあったと思いますけど。さあ、いきますね。え、ついて、Everyone will want to get some souvenirs. お土産が欲しいショーって言ってますね。s o u v e n i r まあ、なんか思い出になるまでですね。s o u v e n i r って、このフランス語の思い出すですからね。このブニー e f っていうのが来るなんですけど、それを見たら、こう、記憶が蘇ってくるような記念品とかですね。で、欲しいショー。I think West Mall. はい、出てきました。West Mall.NEXT to HIBARY STATION、はい。HIBARY STATION の横の。Would be best いいと思うよ。 ね、well, we don't want to carry them around with us all day って言ってますから。ほらいつもこうキャリーして回らない。だからモールは最後の方にした方がいいよね。 情報量が多い e、で、finally, 最後に、はい。Every visitor to Azma should see the town's symbol. シンボルを見た方がいい。The statue in Azma Memorial Park next to our school. スクールの横にあるスタッチを見た方がいい。Well, we can't work out a good schedule. ですね。はい。Good schedule を出すことができない。Work out できない。思いつくことができないよ。よまだこいつも関わってくるから一応印つけておきますね。はい、statue in Azma Memorial Park. で、え、also, could you tell us what the plan is for lunch? ね。はい。ランチのプランを言ってくれないっていうふうにですね。Yours, n a t u k i っていうふうに書いてあります。ああ、多い情報が。そしてこれの返事と、そしてバスの時間と見ていきます。はい。<noise> はい、n a t u k i って言て、え、uh, Thank you for your email. m メールありがとうさん。Oh, you've been working hard. 一生懸命やってるね。In answer to your question. はい。In answer to 言わ、ね、そう答える。 ね。They'll arrive at the station at 9.20am and then catch the school bus って言ってますね。はい、さあ、いっぱい出てきた。これ、まずバスやっつけときましょう。はい、catch the school bus。はい、バス乗ったよ。最初に答えたのはこれですね。あずステーションに9時39分に来てタクシー乗るのって言ってましたけど、違うとタクシーは乗らずにバスで行くんです。で、9時39分って言ってたけど、9時39分じゃなかった。9時20分でした。 はい。ということで、9時20分にアズマに来てますから、こいつですね、トレインは。気づきましたこうやって照らし合わせるんですよ。めんどくさいね。はい。だから、最初に乗るのは109ですね。こいつです。だから24が1。 で、最初にやっぱり学校に来るっていうのも分かったから、はい、ダスクールも置いとくし、タクシー使わずバスで行ってましたから、バスは消えるけどタクシーは怪しいですね。このままタクシーに乗らなかったら、2番は、私タクシーが正解。 Hi, the two main afternoon locations at the aquarium and botanical garden are good ideas Hi, e because both schools place emphasis on science education science and the purpose of this program is to improve the scientific knowledge of the students でほらだからサ,スもサイエンティフィックナレッジをより高めることが重要なんですよねそれが目的で However it would be wise to have a third suggestion just in case, just in case、ね、何かに備えて3つ目のアイディア持ってきましょうって言ってる <laughs> はいだからサイエンティフィックナレッジって言ってますねはい はとは、これにぴったりなのは、そう、ひばりスペースセンターですね。はい、こうやつがサイエンスに関わってますよね。はい、let's get souvenirs at the end of the day. 最終的に、ス o u v e をゲットしましょう。モールですね。we can take the bus to the mall, arriving there at 5pm. ですねはい、5時に、そこバス、またバス出てきましたね。バス乗って、 モールに行けると。で、get there at 5pm ですね。はい、5時に。This will allow almost an hour for shopping. ショッピングに1時間の時間をくれるよっていうですね。allow, まあ、許すっていうやつですけど、これに時間を 見ておくとかですね、えー。そういう時とかにもよく使います。and our guests can still be back at the hotel b a 6.30pm. はい、六時半までに戻れると。for dinner.as the h is only a few minutes walk from カエ Station. はい、カエ Station からカエデるところにあるわけですね。はい。で、六時半までって言ってるので、さあ、ここの移動何ってなるわけです。 そうすると、はい、じゃあ、楓でステーションのところで、6時半までに楓出るところはここですね。はい。622ですし、5時に着いて1時間あって、6時に、そう、ひばりのところにモールがあるんですよ。それもうめんどくさいよね。照らしちゃなきゃいけない。<laughs> ウエストモールは NEXT TO ひばりステーションです。めんどいでしょ、この照らしは。本当にね、めんどくさい。 だから、ひばりステーションのところにモールがあるから,ら、モールのところを6時に出れればいいわけですね。そう、5時にここにバスで着いて、で、1時間ぐらいショッピングして、これ乗って、カデステーションのホテルがあるところに行けばいいと。そう、だからちゃんとひばりのところにモールがあって、スベニアですね、カデのところにホテルがあるっていうのも分かってなきゃいけないんですよ。まあ、めんどくさいですね。ということで、これで答えが出ますね。そう、バスは2二百2 3 9のバスに乗るんですよ。 はい、ということで、239.5がここになって、そこが、はい、モールですからね。モールでショッピングして、5時からでしたね。5時から6時ぐらいまでですね。6時までやってたら電車間に合わないと思うから。はい、ショッピングするっていうのがわかります。はい、朝電車でやって、 てきて、バス乗って、タクシーじゃないですよ。バス乗って、学校に9時半到着。そして、1時はここですね。1時半で、ボタニカルガーデンで15時半で、アクエリアン。ただまだランチについてのやつが終わってない。さらには、ホテル is only a few minutes walk って言って僕から数分歩いていけばいいっていう風に歩き、徒歩も出てきましたから、だから、オンフットも消えて、やっと答えがある。徒歩がやっとできた、徒歩ほほほほっていうことで、はい。 やっぱりバイタクシーが正解でした。さあ残りはランチをやっつけておしまいです。もう情報がありすぎ。 しかもね、トイックと違ってね、固まりすぎてんだよね、情報がね。トイックってね、分かれるんですよ、情報。で、こんなに同じ箇所に答えに関する情報が固まったりとかしないので、だから、トイックよりめんどくさく感じたんですね、これね。で、About Lunch! はい、ランチ出てきたについては、The school cafeteria will provide boxed l u n c h e s はい、スクールの cafeteria は、まあ、学食ですね。っていうのが、boxed lunches か、ボックスに入ってる。まあ、だから弁当的なものですね。We can eat under the stature you mentioned. はい、出てきたあなたがいっ 言ってたスタチューのところで食べれるよ。じゃない像が立ってるんですよね。f rains 雨降ったら Let's eat inside ですね。中で食べようって言ってるから、外だったらここスタチュー in 東メモリアルパークのところで食べるんだから。だから東メモリアルパークで食べます。で、そいつが next to our school ほら学校のお隣ですって言ってません、ね。なんで学校のお隣に next to the school。 パークでやるって分かるわけですね。はい。超めんどくさい。超超超めんどくさいです。はい。で、これが共通テストが時間がかかるし、とってもめんどくさい理由なんですよ。最後にはい。Thank you so much for your suggestions. ね。はい。ありがとう。Could you to make a draft for the schedule?、ね、スケジュールのドラフト作ってくんないって言って、Best Emma ですね。お前自分でやれやって思うんですね。あ、ちなみにこれ a t t チタ c h Time Table ですね。はい。添付されたタイムテーブル時刻表がこれ。 という感じでした。さあ、どうだったでしょうか。ちなみに、イギリス人だったら、このスケジュールがね、シェジュールっていう風に思われますけどね。はい。どうだったでしょうか。非常にめんどくさいです。いや、とってもめんどくさいですよ。まあ、分かってはいたんですけど、思考調査の時で、照らし合わせがどうせめんどくさくなるっていう風に思ってたんですけど、ここまでめんどくさくしてくるとは予想もしてなかったですね。情報がめちゃくちゃ多い。その中から条件を照らし合わせて、答えを出す。どこどこどこって探さなきゃいけないのが多かったと思うんですよね。はい。非常に大変だったと思いますが、お疲れ様でした。はい。これが良かったら、高評価、 チャンネル登録そしてクラウドファンディングもよろしくお願いしますそれでは始まりました共通テスト英語リーディング対策講座第7項になりますね今回は第5問を扱いたいと思いますそれでは行ってみましょう7項松島 はい、ではいきます。Use i n an international news report. インターナショナルニュースリポーツですね。まあ、ニュースの国際的なやつなんですね。You're going to take part in an English oral presentation contest. ね。はい、オーラルプレゼンテーションコンテストに出ると。口でやるんですよ。オーラルですからね。Read the following news story from France in preparation for your talks. ね。あなたのトークのために、このフランスのですね、ニュースストーリーを読むと。 全然この上のね関係ないんですけどね。シチュエーション。やっとなんか普通のリーディングって感じですよね。で、まあ読んでいくんですけど、ここにまとまってるので、楽です。your presentation slides ですね。ここに埋めていきます。で、最初がこのタイトルでしたよね。このタイトル埋めて、who's who って言ってメインフィギュー、main figures って、はい、誰がメインキャラクターで、誰がマイナーキャラクターなのかってですね。で、次は p r e f a m e s t o r y l i n e ストーリーラインをまあ順序こう埋めていくんですけど、pre-fame なんで、fame ってあの、famous の名詞形ですね。有名になる前の そのストーリーラインでサビンズホース died、ね、サビンのホースが死んでしまったっていうとこからアストンサビーンスタート Going to shorts ショーに行き始めるっていうとこの前までを見ますで次がアストンズアビリティーですねアストンの能力すごいですね何の見食べたんでしょうねみたいなね <laughs> はいアストン can learn by simply watching l i i a a n n n t r g ですねはいリアンズのトレーニングを見るだけで学んでたよ何のことやら walk, gallop and stop when サビーンズ tells him to サビンが言ったら歩けるし、ギャラップ,ラップって難しいですね。なんていうんですか、この走ってる。まあ、競馬とかね、見る人だったら分かるかもしれないですけど、すごい速さで、4つの足が地面に、4つともついてない状況になるぐらい速いです。それをギャラップって言うんですね。で、スタップ止まれると。止まんなさいって言ったら止まるし、走れって言ったら走るしってことですね。understand distance and adjust his steps. はい。距離が分かって、それに合わせてステップを合わす。で、アストンなのです。アストン、今はアストン today is a short jumping bull.、ね、ショーでジャンプする l ー。 って言ってますね。ブーっていうのがお牛のことですね。まあ、ショージャンピンって難しいな。あの、この、ショーで見せるときのジャンプのやつですね。あれをショージャンピンって言うんですけど。travels to fairs and events with Sabine. ですね。はい、Sabine と一緒に fairs。まあ、なんかの位置だったりね。それとかイベントに行ってるよっていうふうに書いてます。結構もう乗っけてくれてるんですよ。これ見つけやすい情報。 もう本当第大問に比べたら大分楽ね、ほら、Which is the best title for your presentation? これ、タイトル問題だから最後に解けばいいですねで、uh, Which is the best combination for the Who's Who's side? っていす、ね、はい、メインキャラクターと、え、マイナーキャラクター。あー、そうそうフィギュアってそういうことですかねこのね。遊ぶやつじゃないですかね。おもちゃの秋葉原で買えるやつじゃないですかね。<次> Choose the four events in the order they happen to complete the pre-fame storyline side. ストーリーラインスライドで出てきたのをやるんですが、これ気をつけてねそう、4つ埋めていくんですけど、5つあるので、ここで引っかかった人すごく多かったので気をつけてください。最初から、アストン・ラーンズ・トゥ・ジャンプ。はい、ジャンプするのを学んだ。サビンアストン、travel hundreds of kilometers together。何百キロと一緒にトラブルした。サビンバイス 309&his mother。309と彼の母親を買った。 Sabine goes to work on her neighbor's farm. <S ネイバーの近くのファームに仕事に行ってた。あ、ファームね。いいじゃなくて、オンですね。Sabine takes 309 for walks.309 を散歩に連れてった。 次に、choose the two best items for the Aston's a b i l i t y s l i d e the order does not matter. ですね、はい、まあ、順番はどうでもいいけど、はい、アストンができる能力は一体どれかですね。Correct his mistakes by himself. ね、自分でミスを直せる。ジャンプ side by side with the pony. ですね、ポニーと一緒にジャンプする。ですね、横に並んで、サイド e by side. Jump with the rider on his back. ですね、はい、え背中に乗せたままライダーがですね、乗ってる中でジャンプする。で次に、ピックアップ tricks faster than a horse. から馬よりも早くトリックを身につけるわけですね。何かしらこう経営ですよね。 で、ポーズ4フォトグラフス。で、次。complete the Aston Now slide with the most appropriate items. はい。Aston の現在がどうなってるのかですね。はい。Ingressing number of fans. ね。たくさんのファンがいると。has made Sabine very wealthy. お金持ちにしたと Sabine を。で、is so famous that he no longer frightens people. はい。有名になったからもう人々を驚かすことはない。spends most nights of the year in a horse trailer. ホース trailer でほとんどの夜を過ごす。トレーラーこの車みたいなやつですね。馬が乗ってる。 はい。という感じになってるわけですが。まあ、この辺はね、該当箇所が来た時に読んでいくのでも全然構わないと思います。一応全部読みましたけど、場所はっきりと決まってるので、後から選択肢読んでも構わないと思いますね。<noise> はい。では、行きましょう。5 years ago, Mrs. Sabine r Ruas.

で亡くなっちゃったわけですね、その馬は。At that time, その時 she felt that she could never own another horse.、ね、もう二度と馬なんていらないよってね、よく言いますよね、あのね。ペットが亡くなっちゃって、もう犬は嫌だとかね、もう猫は飼わないとかっていう。う意外と出ますからね、入試問題ね。ペット愛着を持っててからね。Out of loneliness。はい、寂しさからってですね。あ、out of ね、なんとかからって意味がありますので気をつけてください。Out of curiosity って言ったら好奇心からですからね。out of ってなんか外にだけじゃないからね。 アウト of プラス感情 <S .she s p e n t hours watching cows on a nearby milk farm.spend 時間 ING ですね。見てた cows たちをこうぼーっとしてたのか,か観察してたんですね。nearby, nearby 京王子とか副詞で使ってください。全知で使わないでね。で、近くのミルクファームですから、牛乳を出す。お乳を出す。 牛たちのところです Then one day she asked the farmer if she could help look after them. はい、その牛たちを世話するルーカフター、ね、のを手伝うことができるかどうかを尋ねた。ますね。ファーマー、その農場の人に。The farmer agreed. あ、いいよって言います、ね。で started to work.、はい、そこで働き始めました。Near by milk farm。近いところのファーマーで、で、そこで働けるかというすね。世話するのを手伝ってもいいかって言って、ファーマーがおっ してサビンが働き始めたっていう風うに出てますね。だここの部分が4のサビンコーストワークオンハードネイバーズファームにあたりますね。だここの一番最初が 四っていう風になりますね。まあ、もちろん、この後ね、前みたいに。それより前に、これがありましたとかっていうのが出てきたら、変わりますけど。She quickly developed a friendship with one of the cows ね。はい、cow の一匹と仲良くなった。あ、この developed a friendship って、なんか前に出てましたよね。これね、問題にね。で、asked the cow was pregnant。 がし others し、他よりもその顔と一緒に過ごすようになりました。After the cow's baby was born,、はい、the baby started following Sabine around.、ねはいててね、yeah, unfortunately, 残念ながら、the farmer wasn't interested in keeping a bull.、ねはい、bull. に興味はなかった あ、メイルカウですね。そうです。だから、お牛には興味がなかった。だってそうですね。お牛ってミルク出ないじゃないですか。お乳が出ないからね。On a milk farm. そうですね。ミルクファームでブーはいらないわけですよ、お牛は。The farmer planned to sell the baby bull.、ね、はい、売ろうと思ったわけですよ。だからそいつを。which he called 309. あ、出ましたね。309キャラクター出てきましたね。はい。はい sell the baby bull. to Sabine、ね、decided she wasn't going to let that happen それを起こさせないですね。Let 何とか happen ですね。Let、はい、何々原型ですね。あ、so、あ、出てきましたね。ね、309と309のお母さんですね。お母さんと仲良くずっとしてたって言ってましたもんね。で、The farmer agreed って言ってるから、はい、買いました。 はい。ということで、ご購入いたしましたので、Sabin buys 309 and his mother なんで、これが2番目ですね。はい。3と。ということで,ですね。309っていうブルーと309のお母さんの買うを買うことをしました。はい。バーンっ今大爆笑ですね。もうヒラさんの腹抱えて笑ってますから、今もう画面外で僕は何て言のはい。で、Sabin then started to take in 309 for works to town ですね。for works to town なんで、はい。 散歩出てきましたねあいましたよね俺ね5番これがサビンテイクス309フォークスだから で、abort nine months later ですね。はい。で、9ヶ月ぐらいした後で、when at last、はい、ついに、she had a permission to move the animals ね。その a n i m たちを移動させていいよってなった。they moved to Sabine's farm <S ですね。Sabine の農場に309とお母さんが行ったと。soon after その後すぐにですね。soon after soon to after って相性いいですかね。Sabine was offered a pony ですね。はい。ポニーを与えられたですね。はい。馬さんがやってきました。at first 最初、she wasn't sure if she wanted to have him えー、これ欲しいかな。うん。だって最初 言ってましたよねもういらない牛はいらない,牛ない馬はいらない ね、But the memory of her horse was no longer painful.So、ねはい、前にっった馬とのの思い出っていい、い出てううはもう painful じゃなな痛くないから、so、she accepted the pony.Pony を受け取って、and named him l e o n l i a n と名付けた。これ事実に基づいてんですけど、Pony の名前だけ違うんだよね。サビーンとかアストンは合ってんだけど、これサミーでしたよ。私読んだやつ。<laughs> で、She then decided to return to her old hobby.、ね、昔のコビーに戻った。and started to training him for short jumping. っていう形でこれねショーで使うの飛ぶやつですねそれに出るようにトレーニングし始めたと言ってますそのリアンをね three o nine who she had renamed a so, アストンさあ three o nine が a s ストンなんですね同じだったんですね rename ですから名前を付け変えたわけ。です t h e spend most of his time with Leon. だから、Leon とほとんどの時間を一緒に過ごしたと。そのポニーとブーが一緒に過ごしてるわけですね、時間を。And the two became really close friends.However,、はい、Sabine、so、had not expected Aston to pay close attention to her training.Expect p e to do とかのやつでね。人に何とかするよう期待するんですが、Aston、まあこの場合はブーですけど、ブーに Pay attention to ですね。Training routine with Leon ですね。はい、Leon と一緒のトレーニング routine を見てほしいなんていう風なのは期待しなかった。 Nor had she expected Aston to pick up some t r i c k s、はい、トリックを身につけてほしいなんていうふうには期待しなかったよって言ってます。だからこの Noah had とかね、ちょっと公文難しいですけど、統治が起こってますね。Noah が来てるので、So do I とかと同じね。Noah do I みたいな感じで Noah had she expected.She、ね、had not expected. です期待してなかったってことです。 The young bull quickly master walking, galloping, stopping, going backwards, and turning around on command. なんと、ブ u l が身につけました。quickly master w a l k 歩く galloping. まあまあこれはもうあのスライドに書いてあったけどね。速く走ったり止まったりとか、後ろ向きで行ったりとか、回ったりっていうね。on command っていうのがこの命令してですね。ゲームとかでコマンド入力って言うじゃないですか。ね、これ命令してるわけですよ。波動拳コマンド。ヨガフレームコマンド。波応昇降拳コマンド。 わかんないかな、編集してしまうね。はい。とかっていう風に言ったりするんです。もしわかる人だったら、ね、ここにコマンドが出てるかもしれません。昇竜拳コマンドとかね。はい、逆ヨガとか知らないですか竜ラ、はい、乱舞。わかんないですかレイジングストーン。 はい、もう、格芸ファンは今大爆笑。で、He responded to Sabine's voice just like a horse.Horse のように、サビーンの声に反応するし。And despite a weighing 1,300kg ね、はいえー、1300kg あるんだけど、It took him just 18 months to learn how to leap over 1m high horse jumps with Sabine on his back. お、すごいね。サビーンを背中に乗せた状態でですね、ジャンプするわけですね。リープあ、リープって知ってますか ね、はい、ジャンプする。で、1m high horse jumps ですから、1m の高さのホースジャンプっていうのが、馬が飛ぶ用のハードルみたいなやつですね。ホースジャンプって。あ、そこだからどうした,たと思っちゃって意味が不明になっちゃう。これ,これ名詞ですからね。ということで、これがアストン・ラーンズ・トゥ・ジャンプ。はい、飛べるようになったよってやつです。なんで、4、3、5、1っていう形になりますね。 で2はまあ後々出てくるんですけどサビーンアストントラブ v e l hundreds of kilometers together っていうのは出てくるけどこれはもう有名になった後のことなんで2が使わないってことですねこれだから順番間違っちゃうと大変ですねあと学んだこと出てきたからジャンプ with a rider on his back ですねはいライダーライダーさんはもう仮面ライダーじゃないですか。藤岡弘嗣じゃなくてサビーンですねサビーンを乗せてジャンプしてましたからはいここに登場しますねサビーンを乗せてジャンプしてますねはい とういう感じで、えーまあ、ここもね答えに2つも関わってるので、ちょっとね、あんま好きじゃないですね。ちゃんと印つけとくんですよ、本番でもですね。で何番とかっていうのを書いておくことが大事です。<S uh, a s t o might never have learned t h o s e things without having watched Leon.Leon、ねはい、を見てなかったら、こういうふうにはならなかっただろうですね。仮定法、過去、完了ですね。Moreover, suddenly, a s t o understood the distance.、ねはい、距離が分かって、and could adjust his steps before jump. です、ねはい、ジャンプする前にこう合わせると。歩幅を合わせるってことができたよ。 で、he also noticed his faults, 間違えっていうのに気づいて、and corrected them without any help from Sabine.Sabine からヘルプなしに直すことができた。 はい、これ書いてありましたよね。で、that's something only the very best Olympic Standard horses can do. はい、t h i s very best,、はい、ベストの前に、に very 置けますかね。t h e very best の語順で覚えてください。最上級を強め、very で、オリンピックスタンダード、オリンピックの標準、オリンピック水準、つまりオリンピックレベルのホースだけができる。と自分でミステイクを直すことができるよ。 って言ってます。はい。で、36、37は1、3っていう風になりますね。Now! はい。現在行きました。Sabin and Aston go to weekend fairs. あ、uh,、weekend fairs.、Right? ありましたね。書いてありましたね。and the horse shows around Europe. ヨーロッパ中 .to show off his skills. ね。こうスキルを見せね。見せびらかすとかいうので、show off って言いますね。 So, b e i n said, we get a good reaction, e-reaction o n m o s t l y ほとんど大抵 e, people are really surprised, 驚くよ。And at first, 最初は they can be a bit scared. ですね、怖いがある。Scared because he's big, 大きい。Much bigger than a horse, ホースより大きい。で、at first っていうのは最初はこうだったけどっていう意味ですので、後々変わるはずです。ほら。 but, が変わりますね。once they see his real nature. その彼の本当のネイチャー、本質、性質、まあ、性格だったりとかっていうのを見たら一旦何々すると once ですね。とか、えー、あとは何々したらすぐにって意味がありますかね、once には。and see him performing. ですね。パフォームするの、そのジャンプしたりだったりを見ると、they often say, こう言うと。or he's really quite beautiful. すごい綺麗、美しいっていう風に言うと。look! And Sabine shows a photo of Aston on her smartphone.、ね、スマホに映ってるのをこうやって見せると。She then continues, When Aston was very young, ちっちゃかった時 I used to take him out for walks on a lead. a lead、ね、っていうのがこの鎖ですね。鎖でつないで、この犬みたいにやることですね。a lead。これイギリス英語ですね。a leash がアメリカ英語ですね。 t h e y like a dog, 犬みたいに。So that he would get used to humans.Humans、ね、humans になれるように。ますね、そうだとね。Maybe that's why he doesn't mind people. だから彼は他の人たちのことを気にしないんだ Because he's so calm. 落ち着いてる。Children in particular, in particular, よくとわれますね。特に子供たちは、Really like watching him and getting a chance to be close to him. 子供たちはもう、アストを見るのが好きだし、で、その近くに行くチャンスっていうのが嬉しい。 ね、over the last few years, はい何年かで over the last ですね。はい、ここ何年ですね。news of the massive show jumping bull had spread rapidly. ね、はい、このニュースが広がっていったらですね、巨大なこのブーが飛んでるわけですからね。Now, Aston is a major attraction with a growing number of online followers. ね、はい、たくさんのオンラインフォロワーズがいると言ってましたよね、これね。ほら、increasing numbers of fans ね。ほら、ここですね。increasing と growing を言い換えてますね。これは楽勝でしょう。 アストンでのサビンは o m a w a o m home。200 o か3 0 0 k l 離れているこ。200と、はい、か 300km 離れている。200とか 300km 離れている。200とか3 0 0 m 離れている。200とか 300km 離れている。はい。いさいね、ここは h はい。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 は e はい。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 ははい。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 い。はい。い。は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 い。い。はい。い。はい。はい。はい。い。ははい。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 ははい。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 い。は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  出てきてはいるんですけどこれは有名になった後ってことだよね。He doesn't like it. I have to sleep with him in the box.Box, box. 一緒 e y shouldn't h a t n s a p t i c e n b u t you know? You know, 特に意味ないですかね Uh, when he wakes up and changes position. です、ね、こう起き上がって、姿勢を変えるわけですね。He's very careful not to c r u s h me. です、ね、<laughs> 私を押しつぶしちゃわないように、すごいケアしてくれていると。He really is very gentle. でもジェントルなら優しいんだよ。He sometimes gets lonely, 寂しくなる。And he doesn't like being away from Leon for too long. です、ね、長い間、Leon と離れるのが嫌。But other than that, それ以外 he's very happy. それ以外は嬉しいよっていいですね、ハッピーだよって言って終わってます。はい、ではタイトルと残りですね、このキャラクターのやつですね。 をやっつけましょうタイトルはどれでしょうアニマル・ラブー・サイブス・ド・ライフ・アバポニー。ポーニーの命を救ったなんて出てきてないですね。ポーニーはだってもらっただけですから。アーストン・サマー・ショー・ジャンピング・トゥーサマー・トゥアーについてなんか出てきてないですね。みちアーストン、the bull who behaves like a horse。はい、なんの問題もないですね。はい。ホースのように行動するブーに会いましょう。4番、The relationship between a farmer and a cow。ファーマーなんて全然メインじゃないじゃん。超簡単です、これ。 はい、じゃあ誰がメインですかまず最初が3 or 9アストン。3 or 9とアストン同じですよ。The farmer 全然メインじゃないし。アストン 's mother mother 全然ちょっとしか出てきてないですよ。サビーン次。アストンリアン f ファーマー。The farmer はメインじゃないから。アストンサビン p ポニー。はい、ポニーですね。 リーアンですけどね。で、アストンズ・マーダーとファーマーはそうですね。メインじゃないですね。マイナーキャラクターだから。だからこれが正解。はい。ということで、できましたかこれ3、4で。で、ここそうですね。この4使わないからね。to work on her neighbor's farm とか、これね、使っちゃったら間違いになっちゃいますので、それ気をつけてください。はい。という感じでした今回は、ちゃんと読めてれば、ちゃんと答えが出せる問題でした。題問4のように、めちゃくちゃめんどくさい照らし合わせがいっぱいあるとかはなかったんで、該当箇所を見て、すぐに答えが出せる。しかも、スライドにはいろんなヒントも載ってたしね。場所もわかりやすかったので、これは解けないといけない問題です。取りもんだ たと思ってくださいはいこの動画良かったら高評価チャンネル登録そしてクラウドファンディングも忘れずにお願いしますまだ <music> 始まりましたさあ共通テスト対策講座ですね第8校になりますねまぁ、あ、今回はですねエジプトから帰ってきた有強先生がそこにね中堅8校のように正座しながら見ておりますんででは長いから 以上行きましょう。はい。はい。それではですね、6の A をやっていきたいと思いますね。はい。では読んでみましょう。s i t u a t i o n すね。You're working on a class project about safety in sports and found the following article っていう形で、work on ですね。はい。何とか取り組んでるよってやつね。で、class project やってると、safety in sports ね。スポーツの safety ですよ。まあ、これはよくあるやつですね。ボクシングとかですね。まあ、アメリカだったら NFL ですね。いわゆるアメリカンフットボールについてとか出てくることが多いやつですかはい。以下の article 記事を見つけましたと。You're reading it and And making a poster. ポスター作るんですよ。u プレゼン d i n g s to your classmates ね、はい、クラスメイトに自分が発見したことを見せるって言ってます。で、こいつ、スババババッと読んでいくのではなくて、ちゃんと何をしなきゃいけないのかっていうのを見ますね。それが大事です。なんで、ちゃんと説問見てください。で、説問はですね、ここを埋めてくんですよ。このまとめみたいなのがあって、そこが空欄になってますよね。39とか40とか、空欄になってますね。そこに埋めてきます。まあ、もう分かっちゃう。これ、アイスホッケー知ってる人だったら、いやいや、 いやいや、みたいなねこ。いらないっすね、この辺の情報ね。何もいらない。段落、そもそも読まなくていいっていう感じになっちゃいますね。で、まあ、アイスホッケーわかんなくても、も、まあ、ほら、ここに載ってるでしょ、これ。わかるでしょ、さすがにこれ。あ、こんなところオレオがとかって思わないですね、普通ね。ハンバーガーとか思わないね,そうだよね。で、これ、これ、火が出て飛んでるとかですね。鉄はアトムじゃないんだから、ね。はい。古すぎる。で、だから、ここ、書かれてるんですけど、全然ね、読まなくてもこれ、わかるってうわけね。あなたが見つけなきゃいけないところっていうのは、ここだけ見つけてやればいいわけですよね。エフェクス ですねはい影響って言ってシャークタイムの影響とロングタイムですねはい短い期間と長い期間次はソリューションですから解決策その解決策が こうあってその3つ目を見つけてやればいいそして最後はサマリーですからようやくですね Ice hockey players have a high risk of suffering from concussions Therefore t h e NHL has、ね、NHL がノったらって言っててで、ではい、一応選択肢がありますよねでも全部そこに入るのはどれですかなんでこれ説も同じなんでただその該当箇所さえ見つければそれでおしまいっていう問題ですからだから難易度としては 非常にレベルが低いです。でも、なんでじゃあ後ろになるんだだって共通テスト、前の方からレベルが低くて、徐々に徐々に難しくするって言ってるわけで、ここが一番レベルの高い最後の説もですからね。なんでなのあんな簡単だし、答えもすぐに出るし。なんで単語のレベルがですね、B2 レベルが入ってるだけです、こんなの。そう。だから一番上のレベルが B2 ですね、セファールの中の B2 であるんですね。その B2 レベルの単語が選択肢とか本文中にわざと入ってます。 こんななな簡単なものなのににそういうい風してるだけなんですだから見ていきますよめちゃめちゃ簡単ですからさっさと読んでいきますで答えに関係あるとこだけ見つけりゃいいんだもんでも日本人は全部読ままないと怒りますだから <laughs> 読みますけど本番でこれ時間かけすぎないでねゆっくりゆっくり読んでたらもったいないですよ本当に。 では行きましょう。アイスホッキーはチームスポーツを使っている人は少ないですけどね。はい、世界中でですね。ワイドバリ e t y オブとかは表現としていい表現なんで覚えておいてください。さまざまなってやつね。みんなメニューしか使えないでしょ、どうせね。でも英作文でこういうのを使えるとかっこいいですね。バリエリーがあるんですいっぱいで、アラン world 世界中ですね。どうですかね。アイスホッキーやってる人は日本は少ないですけどね。The of the sport, アイスポーツの目的は、ス b e r d i s ッ called ス p パッ k ですね。パックと呼ばれるですね。硬いゴムの。 disc. And to the other team's net with a hockey stick. K のスティックでこのネットに入れるってですね。こんなのさ知ってるじゃん。これ道具のウィズですよ。はい、ええ、知ってるでしょ。そうだからわざわざこんなね表現を読まなくても一生懸命読んでいく必要はなくて、わざわざあムー v A into B とかですね。いらないわけですよそんなのねえ動かしてこの中にいるんだとかですね。そんなのわかんなくても読んでいきます。Two teams with six players on each team engage in this fast-paced sport on a hard and slippery ice rink。こんなのもう知ってる人だったら何の情報もないじゃないですか。両方のチームに、はい、ロ 6人のプレイヤーがいるとそれぞれチビで,でエンゲージ・インそれをするってやつですねはい、これもいい表現ですけどファス・ペースとこれもよく使いますねはい、ペースが速いスポーツってオナ・ハードですね硬くてスリッパリ・アイス・リンクスねはいコケやすいんですね滑りやすいアイス・リンクスリップしちゃうようなでプレイヤーズ・マイ・リッチュ・スピード・オブ・トゥ・ティ・キロメトゥ・パー・アワ the p ィ・ c k into the air。はい30キロのスピードまで到達しますとなるほどね。per hour ですかパー何々ってやつですねなんとかに月ってやつか1時間につきっていう意味だからこれで時速30キロっていうの でそのパックをエントリー・エーリスこう空中にパンって打ってピュンっていくってことですね。キロメートルって発音するのが多いからアメリカでは、まあ、キロメーターつかないんですそも,そもアメリカはね。ね、はい、このペースではつまりこのスピードではって、ね、速度っていうやつはアットと相性が良くて、at スピード pace とか at this speed でもいいですね。とか、at ス h i s とか、e e d でもいいですね。とか、このスピードでもいいとか、のもね。rate スピードいうのでもスピードって意味がありますが。で、both the players p パ c k can be a cause a a n be serious of d g はい、プレイヤーもパックも serious danger の原因になるそうですね、プレイヤー同士がぶつかったりとかパックがぶつかって、それによって何か危険なねことを引き起こしちゃうよってことですから、何にも難しくないですね。そう、第一段落。だってホッケーしてる人にとっては何にも難しくないし、そもそも答えに関係ないですね。The speed of the sport and the slippery surface of the ice rink make it easy for players to fall down or bump into each other, resulting in a variety of injuries、ね。はい、このスポーツのスピードとそしてこけやすい。 アイスの表面っていうのがはい。make it easy ですから。はい、このいわゆるですね。このペンを使うの忘れてました。はい、ね、この it to 合部になりますか it for to ってやつですよね。 で、こ、え、け、ー、やすくしちゃうし、バンプイントってこうぶつかっちゃうやつですね。まあ偶然出会う時とかにもよく使う表現ですけど、バンプイントエチアダーですね。はい。お互いをぶつかっちゃうよ。で、result in は因果関係を表しますから、これを引き起こしますよ。で、a variety of、さっきと同じですね。はい。さまざまな i n j u r ーズ、ね。はい。ケガを引き起こしますよって言ってます。An attempt to protect players. はい。プレイヤーを守ろうとして、え n なん t e m p t ってしてますか大丈夫ですかそう、なんとかしようとするってやつですね。名詞でも使いますね。試みですから。で、えんなん attempt to protect、ね。守ろうとして Equipment, such, such as helmets, gloves and pads for the shoulders, elbows and legs has been introduced over the years. 出てきたたよって言ってます、ね、装備みたいなやつですねヘルメットだったりグラブだったりパッツショルダーにつけるとかエルボーとかレッグにつけるっていうねでそれがイントロジュースされたよで導入されました、えー、何年もかけてでディスパイディーズエフォーツはい一生懸命そうやってやったんだけどアイスホッケー has a high rate of c o n c u s s i o n ねコンカッションの率が高いって言ってますでコンカッションなんか分かんなくてもいいですね、はいまあ、説明してたしどうせ難しい専門用語みたいなのがあったらこれまあ別に共通テストじゃなくても長文でも大体説明してくれますから A concussion and an injury って言ってますね。ほら、怪我ですよって言ってくれてるんだから、コンカッション別に分かんなくても別に大丈夫です。もちろん知っててもいいですよ。難しいとこをけるんだったら脳震盪ってやつですね。ガーンってやつね。で、an injury to the brain。はい、ブレインの傷っていうことですね。そういったものですよ。So、that affects the way it functions。ね。ちょっと色変えるかせっかくだから。はい、ね。それが影響します。The way it functions。ね。はい。It、が刺すのは Brain、ねはい、がファンクション動詞でも使えますから機能だけじゃなくて機能するっていう意味でも使えますので Work、まあ、とかと似たような意味になりますねその脳の機能に及ぼすような怪我 なんだよって言ってます。It is caused by either direct or indirect impact to the head, face, neck or elsewhere. はい、それがインパクトがバーンとぶつかることですね。で、それが直接的にとか、もしくは間接的にぶつかることによって、ヘッドとかフェイスとかネックとかね、その他の場所で。And can sometimes cause temporary loss of consciousness って言ってますね。あ、一時的にここ、loss of consciousness ですね。意識を失うっていう表現が出てますね。因果関係出てますので、やっておきますけど、これが痛でしょ short term ですね、これは temporary って言ってたじゃないですか。ね、loss of consciousness ここに出てますね。だから、あ、ここ来たな、そろそろっていうふうに思ってくださいね。ここは全然関係ないじゃないですか。もうさっさと終わっちゃってるじゃないですか。もうこの辺ね、全部あったんですけど、もう書いてやりました。まあ読んでなくてもですね、あっという間に終わっちゃうんですよ、ここね。あったじゃん、ほら。an injury to the brain that affects the way it functions 同じことですね。だから、本当はあそこ一生懸命読んでほしくないんですよ。もっとぶっ飛ばして読んでください。さかさかさかっと進んで読んでいけばいいんです。問題はここからです。 Walking straight Ringing in the ears ともう一個何っていうのを見つけるだけです。で、temporary loss of consciousness、1個目出た。n Less serious cases、はい、もっと serious でないやつだったら、For a short time、はい、短い、ほら、シュートタームの言い換えでしょうね。Players may be unable to walk straight、はい、出ましたよ、ほら、walk straight ですね。まっすぐ歩けない。Or see clearly, はい。はっきりと見えない。さっきの 中になかったですね。or they may experience ringing in the ears はありましたね。ringing in the ears ね。耳がガン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 なるってことだから、ここですよ。see clearly を入れてやればいい。で、これ or で並んでるか、これ unable to で並んでるわけですよ。unable to see clearly になるものを選んでやれば OK です。はい、そうすると。 選択肢なんかいますね。はい。unable to see clear はどれですか ?aggressive behavior ですね。攻撃的。ね、違います。difficulty thinking ですね。考えるのが難しい。違うんですね。personality changes やばいな、それね。<noise> 性格変わっちゃうんですね。<noise> unclear vision ほら、言い換えられてますね。きちんと、ね。こういう風に目がちゃんと見えないよってね。クリアじゃないよっていうのの言い換えでした。はい。 で、some believe, はい、こうだと思ってる人もいるよ。they just have a slight headache ですね。あ、ちょっと頭が痛い。and do not realize they have injured their brains ね。脳に傷ついちゃってる状況だって気づかない人もいるよっていうふうに言ってます。in addition to not realizing the seriousness of the injuries ね。はい、injury の seriousness に気づかないのに加えて、<laughs> players tend to worry about what their coach will think ね。コーチがどう思ってるかっていうのを気にしちゃうよってですね。そうね。はい。 In the past,、はい、昔は、コースチス preferred tough players. タフな、タフガイが好きだった。Who played in spite of the pains.、ね、痛くてもプレイする。そういう人たちは好まれてたんですよ。In other words, はい、イコールですね。うん、in other words, w i l e it would seem,、はい、would seem, ここでちょっとく切れちゃうのが嫌なんですけど、はい、ワイルの塊ですね。It would, seem すね it would seem logical for an injured player to stop playing after getting hurt.、ねはい、また it for two ですね。よ はい、傷ついたプレイヤーがプレイをやめると、after getting h ーツ。だから傷ついた後にっていうのはロジカルなんだけど、はい、ここでワイヤルド説おしまいです。メニ d ディナまあ別にここで答えに関係ないからどんどん読んでいけばいいんですけど、一応ほら省略が起こってるから、こういうの見抜けるようにならなきゃいけないですね。こう省略されてるのは何ですか many d ディナ o t ストップラインですよ。はいですね。プレイをやめなかったと。コーチがね、タフガイが好きだから、痛くても頑張るやつが好きだから、痛い痛い痛い怪我しちゃったよっていう時に、やめるのがロジカルなんですけど、やめなかったんですよ、多くの人たちはね。で、recently <noise> however <声>、はい最近は、It has been found that, こうだと分かったよ。Concussions can have serious effects that last a lifetime. も ずっと続いちゃう、ラスト続くの、動詞のラストですね。これね、大学が好きなんですよ、これ出すのね。ずっと続いちゃう、もう一生が続いちゃう、はい、ロングタームでしょ、長いっていう話が出てきましたね、ここに。People with a history of concussion may have trouble Concentrating Concentrate or sleeping はい出ましたよコンセントレートするのや、スリープするのが難しい。Have trouble, ing っていうやつですよね。こいつ言ったでしょ。ほら、problem with concentration ここにいますね。あ、寝る、いませんね。寝るのが大変って。で、psychological problems, smell and taste disorders って書いてあるわけですが、さ、寝るのが大変って書いてある。loss of eyesight 目が見えなくなる。memory problems 記憶の問題ですか。sleep disorders これですね。 ディスオーダーっていうのは何かしら病気です。オーダーっていうのは何かが整っていることですね。秩序だったりを表しますね。だ序列だったりとかっていうのは、まあ、序列があるから,ほら命令があるわけでしょ。命令したり注文したりがあるわけですけど、それがですちゃんとしてないわけだから、整頓とか、ちゃんとして整ってないよ。だから病気です。アンステディーワーキングですね。はい。フラフラ歩いちゃうですね。ステディーじゃない。バランスが良くないよ。そう、だからこれ、今まで書いてあることを引っ掛けに使ってるって気づいてましたこのアンステディーワーキングとかありましたよね。アイサイトについて ででかれてたでしょあれはショータームなところに関かれてましたね。まあ視力がなくなるとまで言ってないですけど。というふうにそういう引っ掛けになってたわけですよ。だまあ簡単です。レベルとしては非常に低い。The m o で、もらうと、they may suffer from psychological problems. psychological problems 書いてあったから、さっきの表に。だから簡単です。such as depression and mood changes. そのね、d e ディプレ s ション打つですね。D が下、e s s が押すですから。はい、そこから打つ。で、ムードが変わっちゃう。in some cases、こういった場合もあるよ。Your、players may develop smell and taste disorders. ね、味とか匂いにですね、コロナの症状みたいですけど。 そういうのが出ちゃったりするよって言ってですね。はい Develop、こういうふうに病気と一緒に使うことがありますので。ディベ d i ディ a ーズとかですね。その病気になるっていう時に使う表現ですね。ディベルプ。で、The National Hockey League NHL consisting of teams in Canada and the United States のですね。カナダとアメリカでやってますね。Consist of ですね。これからなっているってやつですけど。はい。NHL、知らなくても別にいいですけど。NHL を。 ぶっ壊すじゃないですかね。間違いないですよね。あれではありません。カナダでものすごい重要ですから、やっぱ NHL って。みんな見てるし。だって、これでね、決勝で負けたりしたら、ライアップの頃からでも破壊行為が街で行われるぐらい、それぐらいもめちゃめちゃ大きなものでなってますから、だから僕はバンクーバーにいたんで、バンクーバーカナックスですね。で、カナダが7チーム、で、アメリカ25チームいますよねで。32チームいますけど、has been making stricter rules。それが、もっと厳しいルールを作ってて、で、ガイドラインズを作ってると。to deal with concussions ね。concussions に対処する。 For example, 例えば、in 2001年に NHL はい、ヴィザーズを使っ,って、ヴ、ま、ィ、あ、ザーズを使って、バィザーズを使ってますか、ね、ヴィザーズを使っていうことです、ね、ヴィザーズを使って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 、ヴィザ t ズを使って、ヴ e ザーズを使って、ヴィザーズを使って、メットにこうやって,ついてるんです、ヴィザーズを使って、ヴィザーズを使って、ヴィザーズを使っですね、選んでをかったんですよ。オプションだって、ね、ヴィザーズを使って、ヴィザーズを使って、ヴィ o s e not to wear them、ですから、はい、ね、それ。 つけないっていう選択をしてた。Since、2013 however, でも20年から, has been required ですから、はい、オプショナルだったものがもう絶対やらなきゃいけない。義務になったと。そして、2004年、NHL e も e 絶 e やらなきゃいけはい。ペナルティーを与えた p e n s サスペンションとファインねサスペンションわかりますかさすがしたペンとかぶら下がるんですけど、ペンダントと同じですけど、チューブラリン、ぶら下がりっていうやつですから、えー、何かができなくなっちゃうことですね。だから学校だったら定額とかさ、そういうやつですけど、だからつまり出場的 出場停止になっちゃったりファインは知ってますねファインじゃないですよ I'm fine じゃなくてこのファインはそう罰金ですねはい罰金を受ける To players who hit another player in the head deliberately ですねはい他のプレイヤーのヘッドこう打ったって言ってますけどはい deliberately ーー知ってますかこれが B2 レベルの単語なんですよそう B2 レベル難しい単語ですだから本当にちゃんと勉強してないと知らないっていうですけどこれは意図的にいいですね deliberately だから、まあ、intentionally とか、purposely とかですね、そういうような意味になるやつですが、レベルが高いからわざわざ入れてるわけです。でも答えに何にも関係ないでしょ、ょこの段落何にもいらないんですよ。よふざけてますね、これが共通テストなんです。<laughs> わざわざ B2 の単語入れてね。The NHL also introduced the concussion spotters s y s t e m in 2015.Concussion ですね spotters system という謎のものが出てきましたね。どうせ説明してくれます。And this system, NHL officials, officials はお偉いさんだと思えばいいです。当局とかですね、いろんな役が与えられますけど、とにかくお偉いさんだと思えばいいです。with access to life to access ライブストリーミングビデオリプレイ i n d i c a t i o インディケーション s s i o n during each game って言ってますね。Hiannah O'Ficial ライブストリーミングビデオリプレイ for あこれ探してるわけですね。こうやってこうじゃないかなっ,ってですね。で何をさ i b l e i インディケーション目に見えるその示すものですね。インディケーションですね。兆候みたいな concussion during each game そうです。ゲームの間では本当にそうです。このディスプレイがバーってあってそこで何人もの人がこうやって見てるんですよ。ちなみにこれは2022年のワールドカップからサッカーでも導入されます。同じように。いや

人たちですね。それは、ま、一人から四人ぐらい、they were added, 加えられたよって言ってます。They m o n i t o r e a c h game from the league's head office in New York.Head office っていうのは、本部のことを言いますね。ヘッドのオフィスであるっていうことです。で、こういうふうにやっていくわけで、まあ、もう答え出ちゃいますけど、一応読んじゃいますね。もう。はい、If a spotter thinks that a player has suffered a concussion, 呃<あ>、被るっていう場合ですね。サッファーは多動しても使えますからね。The player is removed, はい、どかされて、from the game, ゲームから。And is taken to a quiet room, quiet room, ですね。お静かなお部屋に入れると。For an examination check <for S 1> されるんですね。

バッキ当たる人はいるかもしれないですけど、その場でスポット、お前ダメだ、お前だっつってやるわけじゃない。4番、Identify players showing signs of concussion.concussion の兆候を見せる人を特定するい i d e n d i f y なんで、わざわざ難しい単語を使ってるわけですよね。そもそも、まあ、スポットの言い換えになれるけどね、identify って。そうそうそう。だか identification、ID って言うじゃないですか。ID カードって。 かっていますね、あれはちゃんとあなたが同じ人ですよっていうふうに特定できるようにしているものだから ID カードっていうかですね「アイデンティフィケーションこれとこれが同じですよっていうのが ID ですからねそういう意味から来てるんですよ。<laughs> だからこれは簡単だったと思いますね見つけられるってわざわざ難しい単語にしてるんですよこれね。 はい、じゃあ最終段落いきましょう。The NHL has made much progress. はい、make progress. で、ね、progress 深さ名詞ですね。in making ice hockey a safer sport. ね、はい、アイスホッケーをもっとセーフなスポーツにしたと。As more is learned about the causes and effects of c o n c u s s i o n 原因と結果ですね。cause and effect とかって言ったりしますね。concussion の原因っていうのがより曲かってくるにつれて、the NHL will surely take further measures. ね、はい、もっといろんな装置するでしょうです、ね。To ensure p プレイヤーセーフティー。プレイヤーの安全性をちゃんと保ってあげるために確実

そうとは限らないんですよ。あの戦いを見たい人がいっぱいいる。あのバーンってぶつかるのを見たい人がたくさんいるんです。あの乱闘騒ぎを見たい人がいっぱいいるんです。多分ね、乱闘って言ってもね、野球とかさ、こうやってちょっとご飯みたいなとかサッカーなの思い浮かべてるでしょホッケーはレベルが違うんですよ。殴り合いですから、本当にこうやって。お互いがこう掴み合って、ンン。 本当にやりますよ。で、お互いをボン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 って殴るっていうのが、ホッケーの醍醐味ですなんて、ここで言ってはいけません。で、サマリーですね。はい。アイスホッケー players have a high risk of suffering from concussion.Therefore, the NHL has, はい、NHL はどうしてるのか。concussion のリスクがあるから、being expecting the players to become tougher. もっとプレイヤーたちがタフになってほしい。お前ら、concussion なんかに負けんじゃねえ。implementing new rules and guidelines. はい、これが正解です。で、わかるでしょわざわざンプレメンティ、implement. なんていう難しい単語ですね。ゆきお先生が知らない単語をですね。使ってるわけですよね。これがまあ、履行するとかですね。yes, recall じゃないですよ。はい、履行するとかっていうのですよ。だからわざわざ B2 レベルの単語を使ってるわけですよ。これ。わざとなんですよね。identify とか入れたりとか d e l i ー e r y とか入れたり。わざとなんですこれね。で、give medical training to coaches。コーチたちにやってもしょうがないでしょう。なんで監督にやる ?made wearing of visors optional 大事ですね。バイザーをつけることをオプショナルにするですか つけなくてもいいようにする違うよ r e q u i r e って書いてあったでしょだからこれおかしいなってわかるじゃん消去法でもいけますよだからわざわざ難しい単語を答えにしてるから選びたくなくなりますねそれわかるんですわかるけど消去法でちゃんと選べるからだからこのパートは簡単なんです 簡単なのに、ここまでたどり着かない受験生がいっぱいいる。だ他のところで照らし合わせが慣れてないっていうので、わかるんですけど、でもその照らし合わせになれるってことも大事だし、もしくはこっち側から行くっていうのも手ですからね。こっちの方が簡単です。まあわかんないですよ。もちろんどういうふうになるか、えー、難しくなる可能性だってありますけど。とにかくあの表をちゃんと見て、答えに関係あるところを探すっていう、そういう意思を持ってください。ここをわざわざ一生懸命本文中で読んでる人が多すぎる。そんなの時間の無駄ですよ。ね、もちろん不安だから 読んでいかないと嫌だっていうの分かりますだったら速度を変えなさい早く読むところと答え関係あるぞここっていうふうにゆっくり読むところですね緩急つけて読むっていうのはできるようにしなさいだからスキャニングが怖い人は緩急つけて読めるようにすることが大事になりますはいということで今回ですね、えー、大変だったと思いますがよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますそしてクラウドファンディングもお願いします では始まりました。共通テスト対策講座。さあ、いよいよ英語リーディング最終回になりますね。最終講になります。最終講は第6項になりますので、そこを倒していきましょう。あ肋骨が さあ、いきますね。まず、いつもの通りですね。はい、situation というか状況が書かれます。You're studying nutrition in health class. ね、はい、health class で、nutrition、栄養について勉強していると。nutrition ですね。知ってますちゃんとしておいてくださいね。nurture、育てるとかってね、ありますが。You're going to read the following passage from a textbook. To learn more about sweeteners sweeteners more various learn、ね、はいーー、知ってますかこの甘くするやつですね。sweeten、sweet が甘いですね。それに en ついて sweeten、甘くする。で、er ついて甘くするものという意味になってます。で、それについてもっと学ぶためにですね、このテキストブックのパッセージをこれから読むよって言ってます。はい、では説問見てみましょう。はい、まず1問目が You learned that modern science has changed the world of sweeteners by... はい、これによって世界を変えたんだよ、サイエンスがって言ってます。 で、二個目が、your summarizing the information you have just studied. 今こうやって読んで,で、ようやくするって言ってます。で、how should the table be finished? ですね。はい、表をどのように終わらせるべきでしょうと言ってるので、ここ、穴が開いてる状況ですけど、埋めていきます。sweetness ですから、はい、甘さのレベルですね。がこうやって書いてあって、a l v a n t a n っていうのが一位として載ってますね。その他のランキングを埋めていくっていう形になります。 で、次が、uh, According to the article you read, which of the following are true? はい、どれが正しいか。Choose two options, the order does not matter. はい、二つ選ばなきゃいけないっていうの忘れないでくださいね。一個じゃないですからね。で、まあ、順番はどうでもいいよっていうふうに言ってます。 で見ますねまず最初が Alternative sweeteners have been proven to cause weight gainAlternative、まあ、sweeteners っていうのがこうずっと書いてあるので、まあ、ここよりも後ろの方が重要ですね代わりになる甘味料、まあ、砂糖の代わりになるやつですけどそれが weight gain を引き起こすって言ってますので、はい、まずはポイントここでしょうね太るっていう風に証明されたって言ってますね次 Americans get 14.6% of their energy from alternative sweetenersAlternative、はい、sweeteners って14.6%のエナジーをゲットし ゲットするよというふうに言ってますんで、まあ14.6っていうのは残しておきたいですね頭の中に。あと残せる人だったらアメワイカンズですね。これもこういう名詞なんで記憶残しておきたいですね。で次が三番。It is possible to get alternative from s w e e t e n e からゲットできるで、ねはい、植物から alternative s w e e t e n e きますよ。Most artificial sweeteners are easy to cook with. ね。はい。それ使っ で料理すするのが簡単だって言ってて言ますね人工的な甘味料人工甘味料ってやつですね次は e イ e n e r s like x y l i t o l and sorbitol are not digested quickly はい xylatol とね sorbitol っていう謎のものがあってそれが早くは消化されないっていうふうに言ってますねこれを記憶に残しますダイジェスト大丈夫ですかねこれダイジェストとかって言いますね,あれね消化してすごい短くなってるやつですよねメインのとこしかないやつ 次。To describe the author's position.Which of the following is most appropriate? で,す、ねはい、ーーでは、本文を見てみましょう。はい、いきます。そうですね、ケーキだったり。 キャンディーだったり、ソフトリンク。ね、甘いものですよね。Most of us love sweet things. 私たちのほとんどは甘いものが好きって言って。in fact, young people say sweet to mean something is good in English. はい、実際、若い人たちは、ね、何かいいものだったらそれを sweet っていう。もう若い人だけじゃないです。もう30過ぎの人だって言うようになってますけどね。昔留学してた時に、ルームメイトのアンジュルですね。もうアンジュルはもう何かと全部 sweet。 sweet って言ってて言ましたよねいいことに対して、ナイス、w e e t ってめちゃめちゃ言ってたんで記憶にありますけど、で、いいっていう時にもね、使うし、あとは優しい、so sweet of you みたいなね、so kind of you みたいな感じで使う時も多いね。 When we think of sweetness, we imagine ordinary i l white sugar from sugar cane or sugar beet plants. 私は sweetness って言うんですね。甘さって聞いた時にこれを浮かべよう。ordinately white sugar。ですから普通の砂糖ですよね。思い浮かべるよって。シュガーケインから来てるとか、まあありません、ね。砂糖きび。sugar beet。砂糖大根って言うんでしたっけ天才

はい、エクストラクトを外に出す。ですね X は外、トラクトは引っ張るなんで、えー、そこから来ている表現ですね。他の植物から抽出することができるよと言ってます。The most obvious example is corn.Corn が一番はっきりした例なんですね。Corn is abundant.Abundant 豊富な大丈夫ですね。はい Corn is abundant, inexpensive, and easy to process. 豊富で安くて加工するのが簡単。はい Fractors corn syrup. HFCS はい出てきました HFCS ですよね。こうやつが登場しました。HFCS っていうのは普通のシュガーの1.2倍甘いというふうに言ってます。はいなんでどこに入るかわかんないですけどこの HFCS っていうのは砂糖の1.2倍だっていうのがわかります。 Taking science one step further. Over the past seventy years, scientists have developed a wide variety of artificial sweeteners. Science one step further ここ70年間、はい、over the past m a n years, y scientists たちっていうのは、a wide variety of 様々なっていう表現ですね。いい表現が結構いっぱい出てますね。take 何何 one step further とか ,over the past 何何 years とか、a wide variety of 様々ないい表現がいっぱい出てます。はい、で、アーティフィシャルスーツたくさん作りましたよという風うに言ってます。はい、you learned that modern science has changed the world of sweeteners by discovering new sweeter white sugar types. 違いますね。はい、もっと甘い white sugar types を見つけたなんてどこにも書いてないですね。 どうじゃないです。アメリカ人のエナジーのこの配慮ですね。インテイクっていうのはですね、どれぐらいの摂取量っていうのを測った。何の話 ?Providing a variety of new options. 新しい別のオプションっていうものを与えてっていうふうに本文中に書いてある表現になってますね。はい、だからこれが正解ですね。 単なるシュガーだけじゃなくてさまざまなものを与えてくれてるって言ってます。Using many newly developed plants from the environment ですね。新しく作られた plants なんていうのは言ってませんから。答えは3番です。はい。ということで、サイエンティストたちっていうのはさまざまなんです、ね、アーティフィシャルスウィートナーズっていうのを作ったんだっていう、この第一段落の内容に合ってますね。 dynamic. a recent U.S. National Health and Nutrition Examination survey concluded that 14.6% of the average American's energy intake is from added sugar, which refers to sugar that is not derived from whole foods. The U.S. National Health and Nutrition Examination survey で、それが14.6のアメリカ人のエナジーインテークですから、はい、エナジーの摂取量っていうのが、だいたいあれ、シューガーですね。加えられたその砂糖ですね。加糖というか、加えられた砂糖から来るようになっています。で、それは、which refers to sugar。こういう砂糖ですって言って、はい、どういう砂糖さ、that is not derived from whole foods ね。ホールフーズから来てるわけじゃない。まあ、ホールフーズって有名なオーガニックフードとかが売って、 いるスーパーマーパマケットの名前にもなってますね,ねアメリカでは。なんで、自然の無添加のフードから来ているわけじゃないシュガー。それのことをアデットシュガーって言ってると。で、それの14.6がもうアメリカ人のエナジーインテイクになってるよって言います。はい。で、14.6っていう表現が出てますね。ここにね。はい。なんで、これが Americans get 14.6 of their energy from alternative sweeteners.alternative sweeteners じゃなくて added sugar ですから、はい。なので2が消えます。 バナナ、banana, for example、is a whole food ねはいだから whole food がわかんなくてもちゃんと説明してくれますねバナナっていうのは whole food だよって言います。Well、a cookie contains added sugar。Cookie っていうのは added sugar っていうのがあるよそうですね砂糖を加えてるものじゃないですかいきなり作ったら。 甘いクッキーが出来上がるなんてことはないですよね。Uh, more from of calories sugar are drinks desserts added sweetened than half and 甘くしてある飲み物とかデザーツからその半分以上のアデッツシュガーカロリーズっていうのを食ってるん,だよってんです、ね、つまりそうなんですね。Lots of added sugar can have negative effects on our bodies.、ねはい、よろしくない影響が私たちの体にあるよ、つね。have an effect on ですね。影響するってやつ。including excessive weight gain and other health problems.weight gain、ねはい、が出てきましたね。体重が増える。 ってていう表現が出てきましたねで、Alternative sweeteners have been proven to cause weight gain って書いてますが、ここは added sugar の話ですから、Alternative sweeteners のことではありませんので、一も消えます。で、For this reason、はい、これが理由で、Many choose low calorie substitutes for drinks, snacks, and desserts. いう風に言ってますねはい substitute っていうのは代わりのことですねはい動詞で substitute 代用するなんていう風にも使ったりしますし substitute teacher なんて言ったら代行の先生なんていうのを表しますねで続きいきます natural alternatives to white sugar include brown sugar honey and maple syrup but they also tend to be high in calories <a ul ter ative> いは,はい natural alternative ですねはい自然界にあるその代わりになるものね,、はいのものねはい、っていうのにはブラウンシュガーとかねありますね日本でもねとか honey とか maple syrup なんとかあるとこれは自然のものですねで、also tend to はい という傾向があるですね。Be high in calories。だからカロリーが高いと。Consequently、はい、因果関係を表す表現ですね。だから。 ね、alternative Low calorie s w e e t e n e r s っていうのが出てきました。はい。l c s s っていうのがですね。はい。やっと当時ですね。この r ルタナティブですね。代わりのやつが出てきました。Mostly artificial chemical combinations have become popular. はい。l c s s っていうのが chemical combinations ですかね。ら人工的な化合物ってやつ。それが人気になったよって言ってます。The most common l c s s today are aspartame, ASK, stevia, and sucralose. なんかよくあんない名前がいっぱいありますね。まあいいんです、その名前なんか。アスパルティームっていうものがもう発音もバラバラでした、調べたら。と、ASK と、スティビアと、スクラドルスっていうのがあると。Not all LCSs are artificial.Stevia comes from plant leaves. そう、全部の LCSs がアーティフィシャルなわけではないよって言ってますね。スティビア。 っていうのはプラントリーブですから葉っぱから来てますよっていう風に言ってるのではいこいつ書いてありましたよね。It is possible to get alternative sweetness from plants そうです。ステビアはプランツから来てるって書いてありますのでだから答え 1>, 1個目、3番が合ってるっていう風になりますよね。で、まあ、ステビア、ステビアっていうので、昔はね、ポカリスエットにあったんですね。ポカリスエットステビアって言って。で、調べてみたら、発売中止になった理由が、なんか、ステビアは体に良くないっていう、そういうなんか、こう噂みたいなのが立ったからって言ってますね。そうなんですよ。この甘味料たちですね、調べてみると分かるんですけど、本当に体にいいのか悪いのかっていうのはずっと揉めてます。結局、答えが分からないままですね、えー、揉め続けてる感じです。アルタナティブス e テナー s can be hard to use in cooking、ね。はいクッキングに オータナティブスウィーナーですなぜかって言ったら、熱することができない。そしてほとんどはもう普通の砂糖よりも甘すぎちゃってるんですね。ほら、ファー。比較器を強めてますね。だからもう甘いっていう状況なんで、料理には使いにくいっていう。 状況なんですねはい、これも選択しましたねなので、はい、Morse artificial sweeteners are easy to cook with が逆ですね使いにくいんですからだから四は消えますでアスパティン and ASK are 200 times sweeter than sugar はい出てきましたねアスパティンと ASK っていうのは200倍甘いんですよはい。でスティビア is 300 times sweeter はいスティビアは300倍甘い and c r ス o カロースは twice the sweetness of stevia はい、スティビアの2倍っていうふうに言ってますから、はい、スティビアが300だったから300の2倍だから600ってことだよねだいぶ数が大きいねなんでそれぞれスティビアが300って言ってたよねでスクラローズがその2倍の600でスケーとアスパティンが200と言っていたのではいそうするとスクラロースが一番上だよねスクラロースがあってスティビアがあってエスケイ Aspartame があって HFCS だからこの順ですねになっているものを選択肢の中から選べばいいので答えは3番。っていうふうに分かることができます、ね。まあ、この問題は簡単ですね。でもまあやっぱり掛、ね、け算とかねつけてくるわけですよわざわざね2倍600って言わないでね。っていうのがやはりめんどくさいところですね。共通テストの情報処理ですよ。ではい、続きって、Some new sweeteners are even more intense。 もっと集中してるんですか、ね。A Japanese company recently developed.、Uh, これですね。アルバンティーン、ね。アルバンティーンって呼んでる人もいましたけど。アルバンティーン。Which is 20,000 times sweeter than sugar.2 万ですね。何このフリーザー出てきた時の戦闘力みたいなんですね。何でこの桁が違うのう ?Only a tiny amount of this substance is required to sweeten something.、はい のこの物質ですねサブスタンスっていうのが必要だよスイートン・サムテン,ンなんかを甘くするのそりゃそうでしょだって砂糖の2万倍でしょポッてやったらもううわあ甘ーいみたいになるってことでしょまだからこいつがもう2万倍なのでもうすげえボスとしているわけ。っていう感じですこれ砂糖を中心に考えた序列でした。 で、次のチャレ when choosing sweeteners, it is important to consider health issues. sweeteners を選ぶときは、ヘルスの問題、健康の問題を考えるのが大事。making desserts with lots of white sugar, for example, results in high calorie dishes, that could lead to weight gain.。因果関係ある表,表現が多いですね、これね。はい、デザートをたくさんのシュガーがあるものっていうのは、high calories になるよ。で、that could lead to weight gain ですね。それが weight gain につながるよって。はい、lead to ね。はい。 でここにもちょっと weight gain の話は出てきてますね。でも、これもシュガーの話ですから、ね、alternative sweeteners ーーの話ではない。で、there are those who prefer l c s s for this reason. ですね。この理由で l c s s っていうのはカロリーが少ないんでしょうね。ね。これが理由で選ぶ人がいるよって言ます。Apart from calories, calories とは別に、however, some research links consuming artificial l c s s with various other health concerns. え、l i n A with B にしますね。リンク A with B。A と B をこうと。

w e l l others have been shown to affect memory and brain development they have been shown to こうだと示されているよ affect memories、ねはい、記憶 and brain development です、ね、はい、脳の発達に影響すると so they can be dangerous 危険かもしれない especially for young children pregnant women and the elderly はい、特にちっちゃい子供たちとか妊娠している女性そしてお年寄りですね the elderly 表現として知っておいてくださいねこれね作文で使えない人すごく多い there are a few relatively natural alternative sweeteners 自然界にあるオルタナティブスウィーナーズそれがザイラトル、はい、キシリトールですね日本ではめちゃめちゃ流行りましたよ昔ね今でも売ってますけどね一時期もうあらゆる商品がもうキシリトールってなったことありましたもんねミツメガトールもびっくりです で、ソビトルっていうと。で、それがカロリーが少ないよっていうふうに言ってますね。で、unfortunately, these move through the body extremely slowly. ゆっくり動くと。so consuming large amounts can cause stomach trouble. ね、それをたくさん食べすぎるとお腹を壊しちゃうっていうね。そういうことになりかねないよって言ってます。で、これがキシリトールとかの話でしたよね。よっ。 これも選択肢に言いましたね。はい、sweeteners like xylitol and xylitol are not digested quickly。はい、slowly って書いてありましたよね。はい。ゆっくり消化される。なんで、ここは三と五が正解ってなります。はい、じゃあ、読んじゃいましょうね。when people want something sweet。even with all the information。it is difficult for them to decide whether to stick to common higher calorie sweeteners。like sugar or to use l c s s。 で何か甘いもの欲しいなって思った時にたとえ情報が全部あったとしてもですね, With ねあったとしても「It is difficult for them to decide. はい、Whether to stick to common higher calorie sweeteners」普通のにするかどうかもしくは「Whether A or B」 To use LCS. L C stick to Stick to the plants. Stick, stick with the Stick with the plant. Many varieties of gum and candy today contain one or more artificial sweeteners. Nonetheless, some people who would not put artificial sweeteners in hot drinks may still buy such items. 多くのバラエティー、そうですね、ガムとかキャンディーに入ってます。キシリトールのやつとかね。っていうのは、この一つ、もしくはそれ以上のスウィートナーズを含んでる。Nevertheless, non the less, less nevertheless,、ね、それでもやはりね。ね Some people who would not put artificial sweeteners, the hot drinks, the coffee とか紅茶に砂糖的なものを入れない人でも、May Still Buy Such Items。こういったものを買ってるよ。ガムとかキャンディー買ってるよって言ってます。 t individuals need to weigh the options and then choose the sweeteners that best s u i t their n e e d s and circumstances.、ね、はい、この knees と suit 相性がいいって知ってましたこれですね。suita-knees ね。knees、はい、に合う、そして状況に合う、そういった knees を選ぶって言ってます。 で、weigh the options。weigh っていうのはこう重さを測ることですんで、これとこれどっちがいいかなとかっていうふうにこうやって重さを測るわけですね。だからこう慎重に比べて比較してで選ぶことです。こう比較検討するみたいな意味ですねで。比較検討して自分に合うものを選びましょうっていうふうに言って終わってますね。でこれがまあ最後のところに当たってますよね、はい。最後の筆者の言いたいことのところになってますよね。Uh, to describe the author's position e ですね、はい。1番、The author argues against the use of artificial sweeteners in drinks and desserts. Drink デアーティフィシャルスイーツを使うのに反対である Argue against ですね。これ反対の意見を言うってことですね。Argue フォーだったらそっち賛成なんですけど。違いますね。最後のところでちゃんと測って決めましょうって言いますね。比較検討して決めましょう。2番。The author believes artificial sweeteners have successfully replaced traditional ones.Traditional ones、ね、に取って変わるってやつですね。Replace は。取って変わったというのは書かれてませんね。まあ、使われてはいるけど、ね、もう完全にうまくですね。成功して変わったよなんていうとこまでは書かれてないですね。で3番。 states is sweeter products that it is important to invent much sweeter products for future use much for ねこれは全然違いますね。全く書かれたんですね発明しなきゃいけないもっと甘いものを発明しなきゃいけないよなんていうのは言ってますよね。未来で使うとう。だってもうだって3万でしょ砂糖の3万倍も甘いものがあるのに、それよりも甘いものを作れってですね。ずっと甘いですね。もう私の甘さは56万倍ですよとかっていうふうに、ね、作るのおかしいでしょ。こんなのねで4番、t h e v e r s e r suggests people focus on choosing sweeteners that make sense for them。ですねはい、そうです。これが になります、ね、はい。 で、オーサーはですね、はい、こういう風に提案しているよ。People Focus. はい。ですね、Suggest SV 原型ですから。で、何に Focus on 集中する、注目するですけど、Choosing Sweeteners. で、ね、Did、That makes sense.、ね、はい。自分にちゃんともう意味がある。ね、もう納得いくような。自分にとって良いもの、ちゃんと自分にとって適切であるものですね。Suitable であるものを選びなさいと言っていたので、これが正解になりますね。という感じでですね、全部やってきたわけですけど、まあ、気づいた方もいると思うんですけど、とにかく情報処理がめんどくさいし、 ね、何度も何度も読んでたら終わらない、ね、量が多いからね読まなきゃいけないきちんとやっぱ該当箇所に印つけてくってことが大事になりますからこれやらない人多いですねこれやんないと見直す時どうするんですか全部読み直さなきゃいけなくなっちゃいますねなんで共通テストはやっぱり、ね、難関次第とかと比べたらだいぶ優しいですから文章自体はねえきちんと答えに関係ある場所を見つけてその印をつけてで復習する時はそのちゃんと印の箇所と 合ってたかかどうかですね、自分の答え。ただただ答え合ってた、間違ってただけをチェックするんじゃなくて、きちんと該当箇所を見抜くことができたぞ、そしてきちんと情報処理できたぞ、計算できたぞ、照らし合わせできたぞっていうのをやっていくことが大事になりますので、はい、これを意識しながら勉強していくようにしてください,、はい。ということで、これで共通テストの英語リーディング講座終わりになります。はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、クラウドファンディングも,ファンディングもよろしくお願いします。